TBS ラジオ伊集院光とラジオと12月14日月曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの新井真希です。最近の東京はさ、はい、紅葉がめちゃくちゃ綺麗で、はあ、ですね。なんかね、はい、秋葉原に行く用事があって、はい、でタクシー乗って出かけたんだけど、はい、水道橋とお茶の水の間の、多分お茶の水坂ってのはずっと坂道なんだけどさ、はい、そこのイチョウがまあ綺麗なんだけど、その途中に一本だけモミジの絶好調に赤いのがあって、はい、思わずちょっと生で見たくて、はい、タクシー止めて、降りて、はい、で、あ、こんな綺麗に、東京でこんな綺麗に、もみじが色づくんだ、って思って、うん、はい。まあ、その後、坂が歩きになるという。ね、だけど、結構こう、楽しく見れちゃうのよ、なんかあの黄色、真っ黄色のイチョウと、たまーに赤い、何かがこう、ちょこちょこある感じ。イチョウは見てるんですけど、まだモミジ私見てないかも。都内モミジそんな多くないもんね。そうですよね。まあ、だからこう止まっちゃったんだけど。ね、貴重ですね。多分イチョウって世界的には野生絶滅危惧種みたいな。そうなんですか。なんかヨーロッパは一回野生の、イチョウはもう滅んじゃって、はい、多分日本から持ち込まれたのが今ちょっと残ってるみたいな、そんな話で、俺らからすると東京都の花だったりするから、東京都の木とかに指定されたりするから、うんうんうん、あんまイチョウ珍しくもないと思うんだけど、はい、そういうもんらしいよ。そうなんだ、イチョウ豆知識から入りましたけど ね、今もう臭くなくなりましたし、ね、そうね、銀杏もさ、あれ臭いからってこう嫌がられるけど、ないとおっさんになってくると、はいはい、ないと季節感ないなみたいなあって、この辺がうんこ臭くなってくるとなんか秋だなみたいな。あ、分かる、ね、そんな感じしますけど ね、 確かにね、うん、さあ、じゃあ今週のメッセージテーマ、新井ちゃんからお願いします。はい、今週のメッセージテーマは2020年個人的ベストバイ。先週今週と個人的ベストバイ、皆さんが今年買ったもの、まあ、お金を出したもので、これは良かったってものを教わってるんですけど、はい、先週ここで知って買って、はいはい、僕の中でもこれはいいと思ったのは、はい、ハウスの禁断の黒胡椒っていう、あのチューブ入りの黒胡椒と牛脂と他のスパイスもちょっと入ってるのかな、はい、なんだけど、本当にただ肉焼いて塗るだけでまあうまいね。これは僕もおすすめですね。あとは、はい、ムーっていうドラマ、ムーとムー一族っていうドラマの DVD ボックスを勧めてもらったの、はい、で、これ困ったことに、夏ぐらいまで普通に BS で再放送やってたのが、うん、もう今は配信もやってないんで、まあその DVD ボックス買うしかないんだけど、うんうんうん、全部で、ムーが2つ、ボックス2つ。で、ムー一族が2つ。まあドラマこれね。うん、あって、一応ムーの1個目を買ったんだけど、はい、2万円ぐらいすんのよ。おボックスで、はい。で、見始めて面白いのよ。はい、8万円じゃん、これ。結局全部見ると。ですね。結構。で、それもさ、8月まで普通にビデオ撮っときゃ、タダだったって思うと、はい、余計こう。ただね、とりあえずの2万円の、もう、DVD 何話か見たとこで、相当面白いんだよね。そうなんだ。逆パターンが多い気がする。その DVD が先に出て、その後、配信とか。で、まあ、すごい古いもんだから、DVD はもうすごい前に出てるの。すごい前に出てて。出てるのか。そうなの。で、で、その後普通に BS での再放送みたいのがあって、で、それの評判が良かったって記事は見たんだけど、はい、その時見逃してて、その時見りゃいいのに、8万8万全部いくかどうか今微妙。なるほど。微妙だけど、多分ボックスのワン見終わったら買っちゃいそうな気はする。さあ、そんな中皆さんの新たな、これ美味しいよ、これ買ってよかったよですけども、うん、そうですね、ラジオネーム奈良賢さん、奈良賢さんです。女性の方、
皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。2020年個人的ベストバイは、新宿中村屋コクと旨味広がる、麻婆豆腐。カレーじゃなくて麻婆豆腐。麻婆豆腐。カレーじゃなくてってカレーの話はオンエア前にしてた話だから。あ、違う違う、中村屋ってカレー屋さんじゃないんですか？中村屋って基本的にカレー出てくるよね。カレーの、あ、そういうことか。ずっとオンエア前にカレーの話してたから、カレーじゃなくてって時に、またそれで引きずってんのか、みんな何ってなるのかとか、そうだね、中村屋カレー有名だね。ごめんね。ちょっとね、新井に対してね、俺、イップスと被害妄想になってるから、新井また変なこと言い出すんじゃないかっていうんで、頭いっぱい、ごめんね。すいません。新宿中村屋、コクと旨味広がる麻婆豆腐。うん、まあ、いわゆる麻婆豆腐の元なのですが、絶妙というかすごいハマっています。間が空くと禁断症状が出るようになっています。あ、そう。レトルトの麻婆ソースをフライパンに入れて熱し、水切りした豆腐を入れて絡めるだけ、うん、まあ長ネギがあればなおいい、うん、調理時間は5分程度なのに超本格的。商品名通り辛さ旨味のバランスがお見事。ご飯が進む進む、うん、別の袋、まあ別の小袋に入ってる花山椒をかけると香りが立って、こうして思い出しただけでもお腹が減る、うん、へー。この麻婆豆腐は主人と取り合いです。スーパーの簡単調理コーナーにあって200円ぐらいで、まあ、他社の麻婆豆腐の元に比べると 2,30 円高いんですが、その価値は十分ある。あ、そう。ちなみに新宿中村屋の麻婆豆腐は辛さ違いで全4種類箱の色が違ってる、すべて試しましたが、このお値段でどれも本当にうまい。私の一押しは赤い箱のコクと旨味広がる、あ、そのキャッチフレーズ変わるのかね、うん、コクと旨味広がる麻婆豆腐ですっていう。へえ。ここまで熱意を持って利害関係のない人が書いちゃうと、もうちょっと買っちゃうよねこれね。ねえ、そんなに美味しいんだ。スーパーで、スーパーで言って、でも通販でも売ってんのかな。やってんじゃない、中村屋さんだったら。ねえ。ちょっと後で調べてみますね。ねえ。さあ、皆さんもベストバイを教えてください。食べ物だけじゃなくて、例えば、なかなか今年少なかったでしょうか、演劇見に行ったとか。はい。まあ、そういうお金出したもんなら何でも結構です。メールアドレスは、ij@tbs.co.jp。ij@tbs.co.jp。ファックスは 03-5562-0954 03-5562-0954 です。また番組のホームページにある投稿フォームやメール投稿アプリ、伊集院光とラジオとスマホとからも送ってください。おはがき封書の宛先です。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。そして今週は日頃の皆様への感謝を込めまして特別なプレゼントをご用意しております。今回も自然にときめくリゾート休暇村さんの協賛で、全国の休暇村の特産物やお土産などのセレクトギフト休パックの一押しグルメを毎日プレゼントいたします。うん、まあなかなか旅行をおすすめするっていう感じではない今日この頃ですから、ラジオをお聞きの皆さんにはですね、まあ、落ち着いたらぜひ全国の休暇村に旅行に出かけていただければという気持ちを込めまして、今回は休パックをしていきます。全国の休暇村がおすすめする休パックのグルメ、お家で十分味わってください。それでは今日のプレゼント、新井ちゃんからお願いします。はい、今日は福井県の休暇村越前三国おすすめの生甘エビです。あー、いいね、甘エビ。はい、海底が綺麗な近海で漁獲される甘エビは、休暇村越前三国の近くにある三国港がダントツの水揚げ量を誇っています。取れたばかりの甘エビは艶やかな朱色、独特のねっとりとした甘さが絶品です。そのままお刺身やお寿司のネタとして食べるのもおすすめですが、さらに唐揚げやアクアパッツァ、お味噌汁やビスクなど、どんな調理法でも美味しく食べることができます。今朝は、三国産生甘エビ30尾を、メール4名、おはがき1名の合わせて5名様にプレゼントします。はい、メールアドレスは、ij@tbs.co.jp。ij@tbs.co.jp。メールの件名に、甘エビと書いて送ってください。
おはがきの宛先は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ伊集院光とラジオと月曜日の甘エビ係まで送ってください。はい。ビスクって何？ビスクってどういう、わかんない、知らないまま読んでたのか。今日は頼りになる方の洗いなのかと思って、こう横文字のもの詳しいからと思って聞いたら、フランス料理、スープみたいもんだと思います。なんかさ、頭でさ、ごめん、新井ちゃんのことを俺見くびりすぎてたと思ったら、いい程度に見くびっといて大丈夫だっていうのが分かった。まあ俺も知らないんだけど、ビスクが何なのか、失礼しました、ね。ということで、メール1通、はがき1通1人で集ますんで、とりあえずメール当選者4名様は番組のエンディングで発表しますんで、まずメール書いちゃうというのはいいかもしれません。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオとお時間許す限りお付き合いください。伊集院光とラジオと今日10時からのゲストコーナーには、今シーズン限りで引退されたプロ野球選手の岩隈久志さんが登場。これまでの野球人生はもちろん、今後のことなども伺います。ここで日本うまみ調味料協会からお知らせです。皆さんのお好きなお料理は何ですか？そのお料理はなぜ美味しいのでしょう？実はその美味しさ、うまみが鍵を握っているかもしれません。うまみは甘味、酸味、塩味、苦味と並ぶ5つの基本の味の一つ。昆布、ブロッコリー、トマト、チーズなどに多く含まれているうまみ成分グルタミン酸の味です。そしてうまみ調味料は、そのうまみ成分を調味料として使いやすくしたもの。一振りでぐっとお料理を美味しくしてくれます。原料はサトウキビなどの天然の植物、サトウキビを絞った糖蜜などを発酵させてうまみ調味料が作られます。詳しくは日本うまみ調味料協会のホームページをご覧ください。うまみ調味料で検索。日本うまみ調味料協会からのお知らせでした。高圧受電設備の電気主任技術者をお探しなら、関東電気保安協会。高圧受電設備の改修をお考えなら、関東電気保安協会。電気は正しく安全に使いましょう。関東電気保安協会。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時43分になりました。この時間は皆様からいただいたメールやお便りをご紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。12月も半ば、地域によっては今頃から門松を飾るところがあるそうです。うん、松といえば、古くは松ぼっくりのことを英語でパイナップルと言いました。はい。果物のパイナップルに似ているからではなく、その反対。果物のパイナップルは松ぼっくりに似ているから、その名がついたんだそうです。すげえびっくり。あ、そう。ただその後、果物のパイナップルがメジャーな存在になったからか、松ぼっくりを意味するパイナップルという英語は使われなくなり、現在松ぼっくりはパインコーンと呼ばれているんです。ほー、あ、ぽいね。パインコーンの方もぽい、硬いから、うん、あと美味しくないし、果物じゃないもんね。でも松ぼっくりからしてみたら、はい、勝手に美味しい方をそう呼んだだけの話で勝手にメジャーになってる、そういうことだよな。あ、そうなのらしいです。久々すごいびっくりしたナイスリアクションです。さて、門松にはここに年神様を迎えるという意味があり、長寿への願いが込められているそうです。新しき年の幸大きことを願いつつ、今年を心穏やかに締めくくりましょう。穏やかな白檀の香りから始まるいい一日。お線香は黄色い箱の毎日香ですね。明治に生まれ、令和の今も愛され続けるお線香のトップブランド。新しい年、お線香も買い揃え、心新たに日本行動の毎日香をどうぞ。
日本行動からのお便りでした。あれ以来のどぎもの抜かれ方だな。さキウイあんじゃん、キウイフルーツ。キウイ、はいはいはい。キウイフルーツって、はい、もともとキウイバードっていう鳥がいて、はいはいはい、あれに似てる食べ物だ、果物だから、キウイフルーツって呼ぶようになったらしいのね。ちょっと逆っぽいじゃん、なんか。逆っぽい、逆っぽい。あれ以来パイナップルの件、うん、人に話そう。うん、もうさ、分かんなくなっちゃいそう。でもそうなのよ、そのキウイバードの由来も大体分かんなくなっちゃう。どっち、俺はどっちを意外と思ったんだっけって。これに関しては多分松ぼっくりをパイナップルって呼ばれてて、そっちは呼ばなくなっちゃってるから。そうそうそう、確かに覚えやすい、雑学としては覚えやすいけど、はい、さすが日本行動、さすが、さすがです。さあ、2020年個人的ベストバイなんですけども、カルディ強い。カルディみんなカルディ行ってる、ね、カルディってやっぱなんかいいものありますもん。なんかちょっと他では売ってないもの、わかる、うん、なんか自分が見つけたって人に言いたいみたいなものあるよね。さあ、ラジオネームツバメが飛んだ日、うん、私の個人的ベストバイはカルディで買った塗ってやったら塗って焼いたらカレーパン、塗って焼いたらカレーパンです。パンに塗るペーストなのですが、もう信じらんないのは、普通の食パンにこれを塗ってオーブントースターで焼くと、はい、あの表面がサクサクしたあのカレーパンの感じになる。ちょっと想像つかないよね、うん、カレーパンだら揚げたみたいになってる。はいはいはい、はい、スパイシーでサクサク癖になります。へー、この商品のこといくら言葉で伝えようとしても多分伝わってないと思う。確かになかなかださ、塗ったとこだけカレーパンになってる感じが思い浮かばないもんね。分かんない。だからそのタレの感じは分かるんですけど、その、うんうん、ね、そういうのはありますもんね、もともと。でもあのサクサク感も出てくる。カレーペーストなだけじゃなくて、うん、サクサク感も出るらしい。私も最初妹に、うん、お姉ちゃん抜いて焼いたらカレーパンになるんだよと教えてもらった時には全く意味が分かりませんでした。あ、そっか、そう。いやだけどね、やっぱりここまで進められると言っちゃうな、カルディ、うん、騙されたと思ってぜひなんつって。いやいや、もう試してみますよ ね、はい、情報ありがとうございます。笹野高志です。この時期夢中ハガキをいただいて、うわー知らなかったなーって時、私は餅湯見舞いのお線香を送ってます。人のご縁は大事ですからね。餅湯はがきが届いたら、餅湯見舞いに日本行動のご神物用お線香。日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。初詣は厄除け、家内安全、交通安全の川崎大師へ。新年のご祈願は川崎大師へ。井上芳雄です。井上芳雄 by myself から生まれた配信ミュージカル箱の中のオルゲルを来年2021年1月17日日曜日午後7時から生配信します。番組でもおなじみの大貫雄一郎さんの音楽、ゲストには咲姫美優さんを迎えてお届けします。ただいまチケット販売中です。詳しくは TBS ラジオのイベントページをご覧ください。時刻は8時48分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は年末特別対策としての中小企業に対する金融支援の強化と北朝鮮人権侵害問題啓発週間についてお知らせします。はじめは中小企業に対する金融支援の強化についてです。東京都では特に資金需要の高まる年末年度末に向けて、緊急的な資金需要に迅速に対応するクイックつなぎの融資限度額を引き上げます。東京都中小企業制度融資クイックつなぎには、融資額や企業規模に応じて小口と事業一般の2つのメニューがあります。今回クイックつなぎ小口の融資限度額を300万円から500万円に、クイックつなぎ事業一般の融資限度額を500万円から700万円に引き上げます。対象は都または区市長が実施している融資制度で、保証協会の保証付き融資制度を利用し、元金返済を1年以上継続している方です。受付期間は
来年令和3年の3月31日水曜日までで、期間内に保証協会に申し込みのあったものが対象となります。詳しくは東京都中小企業制度融資のホームページをご覧いただくか、産業労働局金融課電話03-5320-4873 03-5320-4873 番までどうぞ。次のお知らせです。12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。北朝鮮が拉致を認めてから18年を超える歳月が過ぎましたが、拉致問題は未解決のままです。政府が認定した拉致被害者の他にも、特定失踪者など拉致の可能性を排除できない方々が数多く存在します。東京都では今日から12月25日金曜日まで、港区にある東京都立中央図書館で、拉致被害者や東京都関連特定失踪者などの写真パネル展を開催します。時間は午前10時から平日は午後9時まで、土曜日曜は午後5時30分までで、18日金曜日は休館日です。また拉致被害者を取り戻すためのシンボルブルーリボンにちなみ、28日月曜日まで都庁第一庁舎を青色にライトアップします。詳しくは総務局人権施策推進課電話03-5388-2588 03-5388-2588 番までどうぞ。都内では新型コロナウイルスの厳しい感染状況が続いています。感染拡大を防ぐため不要不急の外出を控え、外出する場合は対策を万全にしてください。会食の際は小人数で小一時間、小皿に分け小声で、こまめにマスク、換気、消毒をする、この5つの項を意識するようにし、医療従事者への心遣いも忘れずに。重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方、こうした方々と同居されている方は会食はできるだけ避け、帰宅時には手洗い、消毒などを徹底するようお願いします。都民ニュース本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース、東京都がお送りしました。最近歩くことに不安がある皆さん、長時間歩くのが億劫、歩幅も小さくなったかも、足が上がりにくい感じ、年齢とともに人は足から衰えるとよく言われます。おすすめは再春館製薬所の歩みのゼリー根の力。年齢とともに低下する足の筋力に作用することで、中高年の方の歩く力を維持することが報告されている成分、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。特保ではなく機能性表示食品です。長白人エキスや必須アミノ酸といったサポート成分がぎゅっと一本に詰まったスティックタイプの食べやすいゼリー、歩みのゼリー。まずは無料の3本セットを試してみませんか。お問い合わせは 0120-777-444 777-444最春館製薬所まで。入れ歯でお悩みの方、インプラントで実績のある木ぬた歯科は中央線西八王子駅前 0120-221-222-221-222、 たぬきの反対木ぬたで覚えてくださいね。インプラントの木ぬた歯科。電波利用のルールを守りましょう。無線機の使用には技術基準適合証明マークの確認を。電波の利用には原則として免許が必要です。外国規格の無線機は日本国内で使用できません。総務省関東総合通信局からのお知らせでした。時刻は8時54分です。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、おはようございます。はい、おはようございます。東名高速の上りは首都高速渋谷が先頭14キロ、東名川崎から1時間、中央道上りは幡ヶ谷が先頭14キロ、調布から1時間、
外環道の外回りは市川北で12キロ40分、第三京浜上りは玉川インターで7キロ25分です。一般道は環七通りの内回り、大田区の北馬込2丁目、事故の処理は終わりましたが、まだ4キロの渋滞が残っています。柿の木坂立橋から50分くらいかかります。他都内交通量が多く、甲州街道の上りは大原で6キロ、九電から1時間以上です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報9時17分頃です。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。興味はあるんだけど、うちの店土地が親戚のおじさんの名義なんだよね。それでも大丈夫。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック車検のコバック。迫道を色気より食い気に走らせる憎いやつ。伊香保温泉入り口西方亭の湯の花まんじゅう、いい味出してるな。西方亭の湯の花まんじゅう。鏡餅は佐藤。鏡餅もち佐藤のもちもち、食べたら潰して楽ぽいぽい。鏡餅もち佐藤のもちもち、食べたらちぎって楽ぽいぽい。カザータートも美味しい。佐藤の鏡餅は楽ぽい容器。ネギっ子でした。伊集院光とラジオと、この後9時からは最新ニュースや気になるニュースを解説、伊集院光とラジオとニュースと、9時20分頃からはダジャレ珍道中、そして子ども電話相談室と郵便局と、9時40分頃からは大同生命プレゼンツウォーキング宝くじ、10時からのゲストコーナーには元プロ野球選手の岩隈久志さんが登場、10時40分頃からは桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店をお送りします。さあ2020年個人的ベストバイなんですけど、なんか荒井巻のちょっとした贅沢。あ、そう、ちょっと高いんですけど、生わさびで、うん、バンジョーっていうメーカーの BANJO って書いて、バンジョーっていうメーカーの生わさびで 5g が8本のスティック状になっていて、チュールみたいな感じで出せるんですけど、猫飼い始めたら全部猫例えなの。まあまあ、ちっちゃいチューブっていうか刺身の中に入ってるようなやつ、ね、そう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 、それがね、それで410円なのかな、ちょっと高いんですけど、めっちゃなんかもう本当の生わさびっていう感じ、お店に出てくるかのような、なんかツンとした辛みもあるし、ちょっとつぶつぶが大きめでみずみずしいし、一個あたり40円で50円でなるとさ、贅沢だけど、そんだけうまいんだったらいいよね、絶対。そうなんですよ。お刺身奮発して買って粉わさびよりはそっちだよね、ちょっとね、いいね、はい。さあ、食品ではですね、ラジオネーム糸編さん、私のベストバイ、オーサンショウオこんにゃく。おー、言いづらい、言いづらい。オーサンショウオこんにゃく。はい。広島のこんにゃく屋さんが地元の高校生と考えて作ったそうで、なかなかのインパクトです。はい。これ一応ネットで調べましたらね。はい。サンショウオって言うじゃん。なんか、なんつうの、イモリみたいなやつ。生き物。イモリみたいなやつのサンショウオ。サンショウオって、まあ、うんうん、その、生き物がいて。うんうんうん、サンショウオわかんなければ、イモリとかヤモリみたいなやつなんですけど。うん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 、はい。いわゆる黒こんにゃくあるじゃん。はい。灰色の。はい。濃いめの、灰色の。うん。あれをその形にしてある。あ、なるほど。形だけ。入れてるわけじゃないですか。入れてるわけです。わけじゃない。入れてないです。形だけ。なんと、びっくりさせるために。家族揃っての晩ご飯で披露したらみんな大喜び。わーわー言って食べました。あ、こんにゃくにはししゃもの卵が混ぜ込んだり、絶妙に不気味で可愛いですっていう。見た目がだからまさに山椒魚なんだろうけど。で、びっくりしたよ。鍋でぐつぐつ煮られてると、はい、もう山椒魚鍋だからね。まあまあ、なんかたまに明るいご飯の時にはいいのかな。うんうん、ねえ。大山椒魚こんにゃく。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。9時です。
伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの新井真希です。伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュース、小笠原渡るアナウンサーからお願いします。はい、おはようございます。今朝は6本のニュースをお伝えします。新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、政府は東京都と名古屋市を目的とする観光支援事業 GoTo トラベルを一時停止する方向で調整に入りました。政府は今日対策本部を開き、最終的な対応を決めるとしています。一時除外の期限を15日に迎える大阪市と札幌市については除外を延長する方針です。また都が飲食店などに対して17日まで要請している営業時間の短縮について、政府は来月11日まで延長するよう求め、都側も応じる意向だということです。新型コロナウイルスについて東京都は昨日480人の感染を発表しました。このほか昨日大阪では308人、神奈川で231人、愛知で181人、北海道では164人の感染が新たに確認されるなど、全国では2397人の感染が報告されています。また厚生労働省が発表した重症者はおとといから5人増えて過去最多の583人となりました。政府が今年度の国債の新たな発行額を112兆円以上とすることで調整していることが分かりました。リーマンショックが起きた2009年度の52兆円の2倍を超え、過去最高となります。新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けた経済を下支えするため、明日閣議決定する第3次補正予算案に伴って国債の発行を増やします。また企業業績の悪化で落ち込む税収も国債で穴埋めする方針です。ドイツのメルケル首相は13日、新型コロナウイルス感染第2波の拡大が止まらないとして、16日から生活必需品以外の店の営業を禁止するなど制限措置を強化しました。大晦日から新年にかけては2世帯5人を超えて集まることや花火の販売も禁止されました。ドイツではここ数日、新規感染者数が2万人を超える日が続き、11日には1日の死者数が過去最多の598人となっています。イギリスと EU は13日、声明でイギリスの EU 離脱後の両者の間の通商協定などについて交渉を継続することを明らかにしました。イギリスの EU 離脱の移行期間は今月末で終わる予定で、交渉が決裂すれば来年1月1日には互いの輸出入に関税が復活し、食料品などの価格上昇や通関手続きの混乱も予想されることから、両首脳はさらなる歩み寄りを模索することになります。おしまいに、福井県の製薬会社小林化工は睡眠導入剤成分が混入したため自主回収を進めている爪水虫などの治療薬を処方された患者1人が10日に死亡したと明らかにしました。福井県によると処方された患者は364人で、服用直後に救急搬送されたり運転中に意識を失うなどの症状が報告されていて、服用との因果関係を早急に調べるとしています。以上ニュースでした。小笠原渉アナウンサー、ありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。家具とホームファッションの東京インテリア、家族がほっと一息つけるくつろぎの空間と彩りのある暮らし、あなたのお好みに合わせて豊富なコーディネートをご用意。モアカフェで一息を入れながらゆっくりお買い物をお楽しみいただけます。いいものここから、東京インテリア。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説は政治ジャーナリスト角谷浩一さんです。角谷さん、よろしくお願いします。はい、おはようございます。さあ、東京と国で、GoTo トラベルを止めようかどうしようかと。世論調査でももう7割近くがやめた方がいいんではないかというふうな、各調査で出てきていると。
で、その国民のために、そして経済を回すために GoTo をやろうという割にはですね、その政治の判断がちょっと鈍いですよね。で、最大の理由は菅さんが決めてほしいという東京都の小池さんの理屈。それから菅さんは、いや、自治体に任してるんだと。まあ、ここでなんとなく綱引きがあるように見えますけれども、これ構造はオリンピックの中止と似てるんですね。一つは、誰が言い出すかと。なるほど。それによってどこに責任が生まれるかっていうのは見えてくると。だから東京都がこうしたいというならばどうぞご勝手にと、責任もそっちでやってねと。国が言えば国がやることになると。まあ、この綱引きなんですね。それあんまり国民、都民視点ではないですよね。こういう部分がどうも、そのコロナ対策というのを鈍らせてる感じがしてますね。で、なんでしょうね。例えば、GoTo トラベルっていうものが、どれぐらいの効果があって、うん、それがその経済対策としての、うん、その国全体の、はい、旅行業界に対する経済対策としては、それはお金を出してるわけですから、それ直接の額はありますけど、うん、国全体にとって正しいやり方なのか、まあ、ベストもしくはよりベターなやり方なのか、みたいな検討とか、うん、それと、感染に関しても、うんどういうことが起きてるのかっていうことは、やっぱりこう、早めに始めて、さらに延長を早めに決めてみたいのよりは、ちょこっとずつ期間を区切っていった方が分かりやすいような気はするんですけど。おっしゃる通りでね。うん、つまり、旅行行く方も、これだけ、東京からお客さんが来たと思ってみんなが緊張しながら迎えるのも本当にいいのかどうか。それから、東京に行くとこんなに毎日感染者が増えてるのに、あんなところに遊びに行っていいんだろうかと。まあ、みんな疑心暗鬼になっていって、うん、でもこう、GoTo トラベルは経済のためだと聞かされてるけれども、他にあまり対策がないんですよね。うん、つまり GoTo トラベルで観光業界やその周辺のいろいろな食材を扱う人とか、もういろんな人が潤うはずだというのは頭の中でわかるけれども、その他の業界に何か対策があるのかというとあんまりないと。そうすると、1兆円のお金をかけて GoTo トラベルやる。それはもうちょっと落ち着いたらこっちも心置きなく行きたいよという人たちは多いと思うけども、それよりも今医療関係者助けた方がいいんじゃないだろうかと。休ませたり、その PCR 検査をどんどんやってあげたりとか、それから誹謗中傷からどうやってガードするかとかって、そこにもっと対策をした方がいいんじゃないかと。国民の方が先に思っちゃってると。このなんかこう、ズレがね、今全体にあるような気がしますね。で実際今、わかんなくなっちゃってるのは、東京で言うと、65歳以上の高齢者の方や、基礎疾患のある方を対象に、17日までの自粛を呼びかけるみたいな。うん、だから、この GoTo トラブル、結果どういう風になるかわかりませんけど、はい、よく言われてる、来るのはダメだけど、行くのはいいみたいな、僕はこのやり方をしていて、何かきちんとしたデータとか、取れるんだろうかって、思うんですよ、ね。で、もちろんね、これ、ココアを利用するとかね、いろいろな、もちろん別の対策はできています。でもね、これ最近聞きましたけど、ココアも、機種変更すると、全部、そのデータが、リセットされちゃうそうで、これもね、いろんな履歴が残るからこそ意味があるんで、こういう問題もいろいろ対処しなきゃいけないはずですよね。それから、出かけることが悪いことじゃないと、GoTo のせいで感染が広がってるわけじゃないと政府は言うけど、でも不要不急の外出はやめてくれと各自治体は言ってるんですね。これ全くおかしな政策ですよね。でも、国民は、まあ、ざっくりね、お上が言うならそれは正しいんだろうというところを前提に行動するならば、ちょっとこの矛盾した中身を続けてたり、それから、来るのは大丈夫よと、行くのはダメだけどっていうのは全く理屈に合わないと。で、これを整理する人が誰もいないってことがちょっと心配なことでしょうね。はい。それと、なんでしょうね、その、菅さんが、配信の番組なんかで、はい、もともと移動すること自体では大丈夫だっていうのを言われたんだって言うんですけど、いや、それはじゃあきちんと発表してくださいって、それは大丈夫なのかどうなのか、言われたことがあるって実際おっしゃってたんですけども、いや、ことがあるじゃ困るんです、ね。今は、どう言われてるのか、どういう見解出てるのか、どうやら僕らが、
記者会見とか、尾身会長の記者会見とかで見る限りは、問題があるって言ってるように聞こえるんですけど、かつて言われたことがあるんだっておっしゃってる。いや、それを根拠に、延長なんて決められたらたまりませんしって、僕はちょっと思うんですけど、なんかその辺全然はっきりしない。はっきりしない。で、それはね、やっぱり政治がなんとなく断定したくないと、または何かを止めるとなると困る人が出てくるということを考えるんでしょうけど、はい、OK だよと言って、っていて困る人もいるんだと。それから感染者が広がったり病院が逼迫してくるというのが困るんだという思いも同時に至らなきゃいけないのが少なくとも総理大臣の役割だろうとは思いますね。で、そしてすごい額の国債が発行されるんですけど、はい、ここまで発行されるんなら後で万端な保証をするから今我慢してくれって言えそうな額ですけどね。本当そうですね。リーマンショックが起きた2009年に52兆円を出してるんですけれども、はい、今回その2倍、112兆円以上の国債を発行すると。で、国債を発行をバンバンすれば、国民には借金として残るというのが、まあ今までの常識だったり、今国民は一人当たり、700、800万の借金があることになってるわけですね。これが一挙に増えるという可能性があるけれども、実際は昨今は、その新しい経済の考え方で、いや、すって、これは、この112兆円分、日銀がお札をすれば、払うことになるので、うん、国民は負担はあまりないんだっていう理屈があるんですね。はい、でも、これで済むならば、絶えず政府は国債発行し続けて、まあ、バンバン潤させて、もう国民に自動的にお金を渡すから、それこそ112兆円渡すから、お家から出ないでと。で、なんとか生活必需品だけでしばらくしのいでと。もう自分ち鎖国でもしてよというふうに言った方がずっと効果が出るんじゃないかと思うんですけども、政府の考えるその発想の中には、ここで経済を動かすっていう、絶えずコロナ対策じゃなくて、ちょっとこう、下心があるんですよね。これで何かうまくいくんじゃないかと。でも、そのたらればでやっぱり全部税金が使われたら、やっぱり国民の負担は増えるだけだっていうイメージになりますよね。ここをどうするかだと思いますね。さあ、そして、今日はドイツの情報入ってきてますけども、はい、ドイツはかなり厳しく制限をするみたいですね。うん、ヨーロッパ各国はですね、11月までできるだけ抑え込んで、ロックダウンで都市封鎖までして、それで12月のクリスマス商戦でなんとか経済を戻そうというメリハリを効かせようとしたんですけれども、うん、これがうまくいってるところばかりではないということですね。うんうん、ドイツはいわゆる第2波が収束しないで、なお年末から新年にかけても規制が強まると。で、うまくいってるところは今のところイギリスぐらいで、フランスもあまり効果が出ていないということ。それからお隣韓国もですね、13日には新幹線車が初の1000人超えということになって、ここも受験戦争とか大変な時期なので、なかなかその社会全体がコロナと社会生活が難しくなってきているというのが見えると思いますね。まあ、この後、おそらく、TBS の午後のニュースあたりでは、その GoTo の、その、小池さんと菅さんの、はい、話し合いの結果がどうなったかあたりは出てくるとは思うんですけども、はい、なんかこう、また、行くのは、ダメ、来るのはよしみたいな、うん、なんか僕は複雑なものにはあんまりしてほしくなくて。それから年齢制限で解決するものでもないだろうという気もしますね。はいはい、それと相変わらず、自粛を要請します、みたいな形で、うんだとそれほど効果は出ないんじゃないかなって思いますけどね、うん、やっぱ司令塔の覚悟があるかどうかということ、それからお医者さんの言うことをもっと本気で受け止めること、この二つを政治のリーダーには考えてもらいたいと思いますね。はい、ということで、皆さんどうもありがとうございました。あなたのそばにオリヒロ、いつでもそばに。オリヒロの納豆キナーゼは匂いが気にならないソフトカプセルタイプ、毎日元気にさらっと生き生き。お店で買える納豆キナーゼはオリヒロです。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア
オリヒロ、他各社の提供でお送りしました。伊集院光とラジオと、この後10時からのゲストは元プロ野球選手の岩隈久志さん。明日15日火曜日はパンクコントバンドグループ魂の破壊こと阿部サダヲさん。16日水曜日は俳優の中川大志さん。17日木曜日は女優の鈴木保奈美さんです。さらに今週は全国の休暇村のセレクトギフト9パックの一押しグルメのプレゼントもあります。朝8時30分からの伊集院光とラジオと、ぜひ聞いてください。ここで中央事務所より消費者金融などを利用した経験のある皆様へお知らせです。実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。本日はその勘違いについてお伝えします。まず過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンなどもその対象です。また現在返済中の方も対象です。その他にも利用金額が少なかったり、利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いようですが、昨年のお客様の過払い金は平均で100万円を超えています。次に手続きをするとブラックリストに載ってしまって、全てのパターンでクレジットカードが使えなくなると勘違いしている人も多いみたいですが、実は関西語なら影響はありません。また利用時のカードや書類が必要と勘違いしている方も多いようですが、実は一切必要なく記憶が曖昧でも大丈夫です。このような勘違いから未だに過払い金を受け取っていない方が多いです。キャッシング経験のある方はお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルであなたの過払い金をご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。0120-10-10-10 10-10-10。時刻は9時17分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、今日の関東地方は洗濯物は難しく、夜はぐっと冷え込んでダウンが必要な寒さになるでしょう。で、午前中は晴れ間の出るところもありますが、午後は各地とも曇りでパラッと雨が降るかもしれません。の傘を持ち歩くほどではないんですが、一時的な弱い雨がありそうですので、まあ、お洗濯物の外干しは明日にした方がいいでしょう。最高気温は昨日より低く、北部は10度、南部は14度くらいになりそうです。まあ、昼はそこまで寒くなくても、午後は北風が吹いて冷たい空気にカラッと入れ替わりそうです。で、今週は明日以降も平野部ではカラカラの北風が吹いて厳しい寒さになるでしょう。乾燥しますので火の元はもちろん、喉などのケアもしっかりとして加湿を心がけた方が良さそうです。以上です。ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。ラジオっていいね。僕たちジャニーズジュニアのハイハイジェッツがおすすめするのはズバリラジオ。最近ラジオ流行ってるもんね。ウォーキングの時とか、うちで仕事の時とか、あの人いい声してるなとか、スマホでも聞けるし、ラジオっていいね。好きな番組今度教えてください。時刻は間もなく9時19分です。ここでチューリッヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、東名高速の上りは首都高速渋谷が先頭12キロ、東名川崎から40分。中央道の上りは高井戸で6キロ30分、外環道の外回りは松戸で12キロ40分です。アクアラインの橋の部分は強い横風のため最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路は横羽線の上り浜川崎付近、車2台の事故のため右側が通れません。渋滞は6キロ半、生麦ジャンクションからは50分かかっています。また湾岸線の東行き東海ジャンクションではトラック同士の事故です。左側が通れず1キロ半の渋滞です。この首都高速道路は警備のためこの後9時55分からの予定で、上りの天元寺、外回りの霞が関の入り口が一時的に利用できなくなります。お気をつけください。都内一般道中原街道上りは南線属で2キロ、田園調布署前から30分です。警視庁から以上です。
ありがとうございました。次の交通情報は9時51分頃です。ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ？チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-455-572、455-572まで。問題。人生100年時代、いつまでも自分の足で歩きたいなら大切だと思うことは？バランスの取れた食事、毎日の運動。はい、でもあと一つ。再春館製薬所の歩みのゼリー、根の力を試してみてください。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特保ではなく機能性表示食品です。歩みのゼリーはつるんと食べやすいスティックタイプのゼリー。自分の足で歩き続けたい中高年の皆さん、毎日の習慣にしてみませんか？なるほど。歩みのゼリー、根の力。無料のお試し3本セットは、0120-777-444、最新刊製薬所まで。オーレック。カチュエン。オーレック。サッカリ。作って売る会社。オーレック。あぜ道。オーレック。草刈り作って売る会社。草刈り機といえば OREC オレック。楽天モバイル。米倉涼子です。楽天モバイルにする人どんどん増えてます。だって楽天回線エリアなら高速通信でデータ使い放題、 4G も 5G も使えて料金そのまま月2980円。しかも最初の1年は無料なの。さああなたも楽天モバイルで検索。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文。モノタロウ、今日は事務用品大特価の日、 10% オフ。工場の味方、モノタロウで検索。浅田真央さんも愛用しているエアウィーヴがふるさと納税でもらえます。肩、腰に優しいマットレス、首にフィットする枕、座り疲れを軽減するクッション、しかもカバーも中も全部洗えてずっと清潔。詳しくはふるさと納税エアウィーヴで検索。この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。エアロバイクで行くバーチャル中山道。伊集さん、ポールさん、デイさん、ダジャレ珍道中。エアロバイクで中山道69の宿場、全約500キロをバーチャルで走破する企画です。エアロバイク退屈なんでジムで一人で漕いでると3、40分で嫌になっちゃうんですけれども、バーチャルで漕いだ距離が宿場町に到達するたびに、その宿場町の名称にちなんだ面白いダジャレを言ってもらうことで、より長い距離を頑張ろうという企画です。道中お供してくれるのはこの方々たちです。おはようございます。ヤーレンズのデイ淳之介です。おはようございます。ホタルゲンジの桐畑徹です。僕たち、メガネとゴリラで、メガゴリラです。新システムになりまして、1回の収録で、まあ、一気にだいたい4宿場行くのは変わんないんですけども、オンエアが1週間に1宿場ごとに、なっております。さあ、前回の続きでございますが、今回はですね、前回本庄から、11キロ先、深谷まで行きます。うん。んじゃないよ。ロングだな。長いですね。ロングだよ。いや、平地だから。あ、そうだ、平地だ、平地だ。関係ないんだよ。行ってくれよ、深谷。はい。はい。さあ、収録は本庄、深谷、熊谷、鴻巣と行きましたけど、これがそれぞれ距離がめちゃめちゃ長いんですよ。はい。ね。で、まあ、先週本庄歌ネタ多くて、うん、もう歌は禁止ってされてますけども、うん、さあ、今週は本庄から11キロ。やりましたね。11キロ先、深谷まで行っております。長い11キロ長い。長い、長いですね。11
11キロ、関東平野だから11キロって言うけどさ、エアロバイク山関係ないから、このタイプ、今乗ってるタイプのやつ。そうです。着きましたはい、よいしょお疲れ様ですもう今日合計で19キロですからね。来てますね。いやー、すごい。深谷。はい。よろしくお願いします。はい。荒川区ラジオネーム、元気ありさんの深谷ダジャレ。TBS ラジオショッピング。今回ご紹介する商品は、こちらの高級羽毛布団です。リポーターの桐畑さん、ちょっと寝てみてくださいよ。はい。では、ちょっと失礼して、うわぁ！ふっかふかやー！この、高級羽毛布団、ふっかふかやー！もうふっかふかやー。これ高級やな。ふっかふかやー。500円よしよしよし。よしよし。これは、その、元気ありさん。はい。はい。桐畑さんに助けられました。すごいふかふかが浮かんできました。楽しそうにね、布団に入ってましたんで。世田谷区ラジオネーム、ソンブレロ鈴木さんの深谷ダジャレ。桐畑徹の、そっくりモノマネショー。さあ、一番の得意ネタ。イケメンといえば、この方です。あんちゃん、実に面白い。どうも、深山雅治です。レグザ。なになに？おう、レグザ。レグザ、レグザ。レグザ。デイさん。はい。さすがにひどいです。デイさんやってもらえます？僕ですか？はい、お願いします。お願いします。ああ、全然、はい、はい。あんちゃん。実に面白い。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。デイの方がマシだよ、今どうやったって。いやいや、どなた、どなたなんですか、それは。どうも。深山雅治です。100円あらあら。でも、切り方はもう1円だよ。え全然似てない。めっちゃ似てたでしょ。デイの方がマシで100円だから。世田谷区ラジオネーム、ファインティーさんの深谷ダジャレ。まさか桐畑さんにおごってもらえる日が来るとは。しかも高級中華なんて。まあまあ、お食事券もらったんだよ。いいから黙って食え。うわあ、これ噂のフカヒレですか？うわ、初めて見たフカヒレ。桐畑さん、フカヒレって何のヒレですか？フカや。千円。よし。あげたでー。なんだろう、すごいくだらない。フカヒレって何のヒレですか？フカヤ。あ、もう面白くねえな。いや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 。全然いいんですよ。よかったですよ。こんなも勢いですから。なんかダジャレってそうなんだよね。そうです、そうです。一応一応大事なんだよね。そうです、そうです。はい。埼玉市ラジオネーム、えりまきえんどうさんのフカヤダジャレ。デイ、今年の忘年会で渋垣隊歌おうぜ。おー、いいですよ。じゃあ、俺、もっくんやる。あー、もっくん取られたか。じゃあ残りは、ふか、やだな。うん、訓略すんだ。おー！なんか、目の付けどころがすごい。はぁ、あ、え、もっくん、ふっくん、やっくんで、はい、もっくんを先取られたら、はい、ふか、やなんだ、はい。本当にすごい。はい。はい。なんか、あ、これ初めてのパターンかも。5000円やったーやったー勢い抜きの落ち着いたダジャレで、うまいダジャレで5000円って、なんかちょっとすごいよね。ね。ちょっと感動。山梨県甲府市、ラジオネーム、武田信玄餅さんの深谷ダジャレ。すき焼きするけど、豆腐どうする？いや、豆腐なんて何でもいいですよ。いや、そういうわけにはいかないだろう。いろいろあるだろう。絹ごし豆腐。木綿豆腐か、焼き豆腐。おお、これも綺麗。綺麗。なんか上手。はい。はい、100円 あれ上手な100円のやつ。上手な100円か。すげえ期待したのガッシャー。いやいやいや。そんな連続では出せませんけど、上手で綺麗な100円です。あー、100円か。まあ、とりあえず僕がないことで始まらないんで。来週のオンエアの熊谷目指して走ります。ということで、はい、あの歌禁止にしたらうまいの増えましたね僕好きなのもっくん抜いたらふかやっていうの、うん、ちょっとうまいなって思ったね。うーん、
ね、うまいけど、5000円?5000 円そうなんだよね。あの時のテンションだと、要するに、歌を聴き明けた、飽きた後に、直後にうまいの来てるから5000円いっちゃうんだよね。前回ミュージカルみたいだったわね。さあ、ということで、募集中の宿場町言っときましょうかね。はい。桶川、上尾、大宮、浦和。はい、ということで、以上、エアロバイクで行くバーチャル中山道、伊集さん、トールさん、デイさん、ダジャレ珍道中でした。さあ、この後、子供電話相談室を挟みまして、ウォーキング宝くじです。ウォーキング宝くじの合言葉は、フカヒレなんのヒレ。フカヒレなんのヒレです。ケーズ電機。安心パスポートはスマホアプリがおすすめ。ダウンロードと新規ご登録で税別1000円以上の商品に使える500円引きクーポンをプレゼント。さらに今なら500店舗達成記念の500円引きクーポンもプレゼント。新製品が安いケーズ電機。この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りしました。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと子供電話相談室と郵便局と、この番組は日本郵便の提供でお送りします。さあ続いては子供電話相談室と郵便局とです。まあ、TBS の名物番組全国子供電話相談室のコンセプトを受け継いでいるコーナーです。まあ、郵便局とタッグを組んだということで、子供たちからはまずおはがきもしくはお手紙で疑問質問を送っていただいております。そしてその相談内容に合わせた頼もしいゲストの先生を番組にお呼びして相談に乗ってもらっています。でまあ、いい相談と先生と見っかったら、今度は子供たちの都合のいい時間に収録録音をやってますんで、子供の挨拶がこんにちはだったりこんばんはだったりするんですけど、そこはご容赦ください、はい。さあ今回の質問はスポーツに関する質問なんですけども、うん、まあ、これ大人にももしかしたら、うん、役立つ質問かもしれません、お聞きください。さあ始まりました子供電話相談室と郵便局と、たくさんおはがきお手紙いただいております。そして今回も質問にぴったりの先生をお呼びしております。それでは先生自己紹介をお願いします。はい、百獣の武井壮です。よろしくお願いいたします。さあ、これからまた子供たちの質問に答えていただきますが、どうですか。責任感が重大でね、ちょ背筋がピリピリしてます。だからいつも以上に力が出るんじゃないかと自分に期待しています。よろしくお願いします。はい。武井壮さん、陸上十種競技の元日本チャンピオン。タレントに転身して百獣の王を目指す男としてブレイクしました。その独特な考え方やチャレンジする姿勢は多くの人の共感を集めています。さあ今回はですね、川崎市にお住まいのさきちゃんからですね、はい、スポーツに関する質問をもらっています。ほうほうほう。もしもし。もしもし、こんにちは。あ、どうも、こんにちは。さきちゃん、めちゃめちゃ綺麗な字の、はい、そうね、お手紙をいただいています。さきちゃん、今何歳ですか ?11 歳です。11歳。ところで何年生ですか ?6 年生です。さあ、6年生のさきちゃんの質問を武井先生にしてください。はい。私はバレーボールチームでキャプテンをしているんですけど、あ、すごい。あまり練習ができない中、試合があって、残念ながら負けてしまいましたが、うん、いいプレーができたと思います、うん、ほう。けれど最初はみんなも緊張してしまって思うようにプレーができなかったんですけど、どうしたらみんなの緊張を和らげることができますか。なるほど。小学生ぐらいだと難しい問題ですよね。ぜひぜひ先生お願いします。はい、さきちゃん、多分ね、普段できてるプレーが緊張しちゃって、ああ、どうしたらいいんだろう、ダメかもしれない、なんてこう思いながら、もしかしたら、最初の緊張が解けて、リラックスしてプレーできたらっていう思いが少しあるってことですよね。はい。ね。でも、はい、緊張っていうのを、そういうマイナスなものにまず考えないっていうことからスタートしてみてください。はい。スポーツする前にドキドキして、体がうーって震えてきたりするじゃないですか。それって普段はなかなか出せない
すごい力が出る前の前兆なんです。はい。陸上で、僕は日本一になったことがあるんですけど、はい、その試合のスタートの前も、本当に緊張して吐き気がするぐらい、うん、足ガクガク震えて、膝震えて、位置について、よーいって言われた時もまだ手震えてたぐらいなんですけど、でも、その時何を思ってたかっていうと、うお、緊張してきたと。今までで練習で味わったことないぐらい今は力が出せる時なんだっていう風に感じて、よし行くぞと思ったら自己ベストが出て日本一になれました。なので、はい、もしチームメイトが緊張していたら、みんな緊張してるって聞いてあげてください。はい。あ、緊張してるってみんなが言ったら、よしこれチャンスだよと。緊張する時っていうのは、いつもよりも大きい力が出る時だから、いつも以上の力出して、絶対今日は勝とうねっていう声かけをしてあげてください。はい。いや、さきちゃん今、僕も聞きながら驚いてたんだけど、はい。緊張しちゃダメだってみんな言うよね。はい。はい。みんな言うけど、授業の時先生にさ、みんな緊張感ないぞって言われたことない？ああ、あります。あるでしょ、うん、ってことは先生は、緊張はしていい、した方がいいって言ってるのと一緒だよね、きっと。うん、そうですね。キャプテンのサキちゃんは試合の緊張はどういう形で出てますか？なんか、すごいドキドキしたり、スパイクを入るかなとか、サーブもアウトにならないかなとか、心配したりします。悪い方に考えちゃうんだ。はい。この悪い方に考えちゃうっていうのは、武井先生どうですか？スポーツで精神的なことが影響しちゃうっていう時っていうのは、シンプルなんです。成功したいと思った時に 100% 成功させることができない実力なだけで、決して緊張のせいではないっていうのを覚えておいてほしいです。はい。どんなにリラックスしてても失敗はするんで、その失敗を緊張してるからだと思うと緊張が敵になっちゃうんですね。うん。普段は自分の方が全然強いのに緊張したから負けたわけじゃなくて、緊張してなくても負ける可能性のある相手だってことなんですよ。うん。だから、勝負に緊張はあまり影響しないので、力が足りなきゃ負けるっていうことをみんなよく分かっといてくれると嬉しいです。はい。でもこの試合の時は、最初は緊張して途中からはみんな動くようになってきたの。はい。なんかだんだん慣れていつも通りにできました、うん、へー。チームメイトの中に、はい、逆に全然そんなことない子っているのかな？あー、います、うん、しおりって子ですね。しおりちゃん、はい、しおりちゃんは多分正しい緊張の仕方してるんだね。そうですね。でもダメだった子は緊張してきた、どうしようどうしようっていうまま試合に入っちゃって、でもいくつかボールを扱ってるうちに、あ、なんとかこれでもできるんだって思って落ち着いちゃうんですね。すると逆に普段ぐらいの力しか出なくなっちゃうんで、その緊張感をいかに保って、試合中ずっとグッとこう集中に入ってる状態っていうのを保てるかっていうのも大事なので、うん、僕らも試合の時にその緊張が解けちゃうと急に記録出なくなっちゃったりするので、ぜひね、緊張を仲間にして、もう一人のチームメイトみたいにして試合してほしいなって思います。はい。だから次緊張が来た時は、よし、チャンスだっていうふうに思ってください。いや、ちょっと大事な言葉が出たと思うんだけれども、さきちゃんここまで分かった？はい、うん、分かりました。でも、あの時は緊張しちゃったんだからしょうがないって思ってるようじゃおそらく強くなれなくて、緊張しようがしまいが関係ないぐらい上手になろうっていうことの方が今大事だよっていうのを、キャプテンとしてよかったらみんなにも教えてあげてもらいたいな。はい。はい。次の試合はいつとかもう決まってるんですか？ああ、決まってます。おう。11月の23日。23日。もし試合結果が出たら、またお手紙で送ってもらうと嬉しいんですけど。はい、はい、わかりました。どうもさきちゃんありがとうございました。ありがとうございました。試合頑張ってね。はい。応援してるよ。頑張って。はい。はい。ということで、武井壮先生。うん、緊張がマイナスだって思い込んでる人は、本当にこれでやられちゃう人たくさんいるんですよ。これシンプルに自分の脳で制限かけちゃってるだけなんで、うん、で本当に緊張感のある時の体のこわばりっていうのは、スポーツにとってはプラスしかないんで。へー。はい。いや、なんかそれは、大人のラジオにおいても割とそうで、うん、はい、緊張しなかったらうまくいくのかっていうとそういうことじゃないから。はい、あ。言葉の使い方ですね。緊張感っていうより集中力高まってきたって思う方がいいですね。ああ、
はい、ビリビリして、あ、自分の体が、もう触覚も鋭くなって、聴覚も鋭くなって、うわーって時あるじゃないですか。これは俺のポテンシャルがマックス出る時の兆候だって思っておくのが一番いいですよ。なるほど。はあ、あとはそれを処理できるかどうかで、日頃の練習がちゃんとできてればそれを全部処理できるよっていう。その状態で練習したことがあるかってことです。はあ、なるほど。はい、あ、スポーツはそこがすごく大事です。緊張すると本当に出力が上がるんで、出力上がった状態で普段練習してたら、例えばスピードが速くなっちゃって踏切板越すみたいなことはないんですよ。でも普段緊張しないで練習してる子が、試合の時だけって緊張すると、いつもより力出ちゃうんで失敗するんですよ。これ非常にスポーツ界で多いことで。いや、なんか、アフタートークがですね、大人電話相談室ぐらいのレベルなんで。本当、ね。いや、スタジオ戻りました。はい。武井壮先生、勉強になりますね。なりました。最初から、はい。実は最初の挨拶のところですでに、子供にアドバイスするのは責任重大なんで、いつも以上に力が出そうですって言ってんだよ。あ、ねえ、だから、この人は緊張感みたいなものを力に変えられる人なんだなっていうのと、うんうんうん、この、さきちゃんから、収録後にお手紙いただきまして、うん、23日にあった大会全部勝つことができました。おー、すごい。武井壮さんにもらったアドバイス、緊張を仲間にすることができたと思います。だから決勝も頑張れると思います。うん。で、決勝の後にもう一つと言って、あら、優勝することができました。すごい。でもなんかその緊張してきたっていうのはやばいと思わないっていうのは、むしろ、それでよりリラックスもできるだろうから、いいアドバイスですね。すごい、本当に味方にしたんですね。ね、出来じゃないですか、さきちゃん。素晴らしい。うん、で、このコーナー。はい、これから年末年始にかけて子供たちからの質問疑問大募集なんですけども、僕も質問をしたい、ラジオに出たいというお子さん、ぜひおはがきかお手紙、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに手伝ってもらって、疑問や質問を送ってください。で、今年中に質問を送ってくれた、方の中からね、このラジオ出たいって、手紙をくれた方の中から、うん、なんと、抽選で番組特製の年賀状をお送りします。あれ、もうすでにこんなデザインが、ちょっとイラストで牛のふりをしている豚が、ちょっとめっちゃ可愛いんですけど、何これ、本当に牛のふりをしている豚だ。伊集院さんとかなんか、話し合おう、これからいろいろ。んで、ということで、まあ、お父さん、お母さん、先生が答えられないような質問、疑問も大歓迎です。お手紙、おはがき送ってください。じゃあ、宛先お願いします。はい、郵便番号 107-8066。TBS ラジオ、伊集院光とラジオと、子供電話相談室と郵便局との係まで。お名前、年齢、そして電話番号を忘れずに書いてお送りください。はい、そして年末年始の子供電話ですけど、特別バージョンとして、私、伊集院お兄さんが、おじさんが、伊集院先生となって、質問に答えるバージョンをやりますんで、はい、ぜひ、じゃあ伊集院光に聞いてみたい質問も送ってください。以上、子供電話相談室と郵便局とでした。おー、久しぶり。お前、全然変わんないな。の、娘ちゃん、はじめまして。あ、毎年年賀状でパパが元太ったのって言ってる人だ。このつながりは一生もの。年賀はがき販売中、 JP 郵便局。子供電話相談室と郵便局と、この番組は日本郵便の提供でお送りしました。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は年末年始の食卓を彩る豪華海鮮セット5種食べ比べを紹介します。まずは大ぶりなカニの女王ズワイガニ。甲羅を除いた肩から足の部分を二肩と言わず合計三肩。太い足に身がしっかり詰まっています。続いて北海道産イクラの醤油漬けが 100g。今年の新物イクラをこだわりの醤油ダレにじっくり漬け込みました。そして北海道産のホタテ貝柱が 300g。 一つ一つが大ぶりで肉厚、プリップリで甘みが濃厚です。さらに高級食材の代名詞チリ産の生ウニが 100g に、本数の子小金松前漬け 170g もついた豪華な海鮮5種の食べ比べセットです。お値段は税込み9980円、9980円です。
別途送料を頂戴します。なお12月17日までにお申し込みいただければ年内にお届けします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオショッピングでした。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンをTBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。伊集院光とラジオとダイエットと、この時間は大同生命の提供でお送りします。伊集院光とラジオとダイエットと、さあ毎週月曜日朝一番恒例のパンツ一丁体重測定です。今ラジオの前の皆さんにお聞きいただいているのは朝に収録済みの音声です。時刻は午前8時です。引き続き新井ちゃんとは密を避けるために距離を保って収録しております。はーい。このシステム結構評判いいよ。あの声が近づいてく感じとか遠ざかってく感じとか。やった。今日もよろしくお願いします。先週の体重 103.1 キロでしたが、さあ今週はパンツ一丁で体重計に乗り合いまして、はい、ロックして徐々に離れていきます。新井ちゃんよろしくお願いします。発表します。お願いします。 103.3 キロ。週末めちゃめちゃ走り回ってたんだけど、ゲームの中なんだよね。対馬をすげえ走ってたんだけど動いてないんだよね。伊集院光とラジオとダイエットと、このコーナーは伊集院光さんが無理のないダイエットでいつの日か TBS ラジオの周波数と同じ 95.4 キロになることを目指しています。リスナーの皆さん、生温かい目で見守ってください。いや、仕事終わりとか仕事移動とかは、はい、まあまあ歩いてるんですけど、だから歩数はそこそこ行くんですけど、うん、それ以外がゲームの中しか歩いてないんで、ゲームの気持ちは走ってたって、ゲームの中走ってた、すげえ走ってたけどね。俺の操縦で侍が走ってたけど、それで体重減らない、ね、うん。さあ行きます。こちらです。大同生命プレゼンツウォーキング宝くじ。さあ今週の合言葉はフカヒレ何のヒレ、フカヒレ何のヒレでございます。早速いきますかね。ですね、川越市71歳、川本実さんです。川本さんかけます。電話してください。犬それから猫の食事代とおやつ代に使いたいです。保護犬、保護猫たちです。良き家族です。私はこの子の、この子たちのためにも長生きします。犬一匹、猫二匹みたい。猫の名前がメイちゃんとワクちゃんって、迷惑なのかな。どうかな、待ってほしい。どうかな、メイちゃんワクちゃんの話聞きたかったけど、あ、大丈夫かな、合言葉言えますか。はい、お願いします。フカヒレ何のヒレ。おめでとうございます。川本さんね、ラジオを一回切って電話だけにしてもらいますか。はい、ラジオ、ラジオ切って、切りました。はい、切りました。そう、ラジオつけっぱなしだとね、エコーみたいのかかっちゃうんですよ。ね、二つラジオついてた。じゃあ、広がらないために。ありがたい。どこで、どこで何かしてても聞けるようにっていう。そう、今外にいたもんで。ありがとうございます。もう、メイちゃんとワクちゃんの話が聞きたくて。ね、ああ。何歳ですか？5歳になりますね、迷惑は。はい。迷惑は。迷惑コンビは。ああ、迷惑は。同時に飼い始めたんですか？そうです、迷惑兄弟です、お兄ちゃんと妹と。
そうなの、保護猫ちゃんだと一匹だけもらうのちょっと返そうかね、だから。そうですね。うんうん、あの、神奈川県から小田急のロマンスカーで生意気で来上がりだして。生意気に。あ、各駅停車じゃなくて。保護されてますんでね。犬、ワンちゃんは、ワンちゃんは何ちゃんですか？ワンちゃんは、トノと言います。トノは何歳ですか？トノは13歳です。13歳だよ、ね、トノが迷惑するんで迷惑という名前じゃあトノはじゃあ来た時も迷惑そうにずっとしてたんだ。そうですね、その顔見てつけましたから。へー、いや、シャレが効いてていいですね。賞金額言いますね。あ、5万円もいただけますか？そんなにないです。そんなに僕は果てしなくどっか歩くことになりますから。そうですね。歩数の方はでも 56,226 歩行きまして、はい、賞金は 11,245 円でございます。 ありがとうございます。はい、じゃあトノ君、メイちゃん、ワクちゃん、そして、川本実さん、みんな健康でお長生きしてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、頑張ってください。ありがとうございました。はい、はい、いやー、なんか話してると楽しくなるお父ちゃんですね。ということで、皆さんもぜひ、当てて元気な声を聞かせてください。伊集院光とラジオとダイエットとでした。社員が友人や家族のように力を合わせて働く小さな会社、そんな会社で生まれるかけがえのない物語こそ大同生命は支えたい、そう思っています。かけがえのない物語を支えたい、大同生命。伊集院光とラジオとダイエットと、この時間は大同生命の提供でお送りしました。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、7代目自転車名人の私石井正則と引田聡が番組のハンドリングを務めます。健康や美容にもってこい、手軽で経済的、何より乗ってて楽しい、そんな自転車を身近に感じていただくひととき、日曜夜6時30分から。タッ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 、歩いていく歩いていく、元気に歩く毎日を過ごしたいですよね。でも足の筋力が衰えてくると、そこで最瞬間製薬所の歩みのゼリー、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されているんです。特保ではなく機能性表示食品です。ご愛用の方は、歩くのが楽しい、階段を一段ずつぴょこぴょこ降りずに交互に足を出して上り下りを頑張っています、と皆さんからご好評いただいています。これからも元気に歩きたい方に、歩みのゼリー無料の3本セットは 0120-777-444 777-444 最瞬間製薬所まで。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って、心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で、ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。時刻は9時53分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、外環道外回り松戸ではトレーラーと乗用車の事故のため追い越し車線が通れず、8キロの渋滞、通過には40分。圏央道外回り高尾山インター手前でも事故の模様です。3キロの渋滞です。首都高速は横羽線の上り浜川崎付近、事故の処理が続いています。6キロ半生麦ジャンクションから1時間近く。中央環状線内回り中野長者橋では乗用車同士の事故のため右側が通れず3キロ。警備のため間もなく上りの天元寺、そして外回りの霞ヶ関の入り口が一時的に利用できなくなります。お気をつけください。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報10時25分頃です。桃太郎はあまりの暑さに耐えられず、暑い。桃を飛び出し川を泳いで行ってしまいました。人魚姫はゴミが邪魔でとうとう地上に上がることができませんでした。物語が変わる前に守りましょう地球環境。民放連です。メモリードライフ。
自分の人生には満足しています。平凡だけど穏やかだったし、外国旅行も行ったし、あとはささやかに最後の時を迎えるだけなんですが、万が一の時、葬儀費用で残された家族に負担をかけたくないし、という私の心配にメモリードライフは応えてくれるのです。満89歳まで申し込みできるそうだし、医師の審査は不要だというし、なので資料請求は元気な今からお願いしようかと。死亡保険金額100万円コースなら、満60歳女性の場合、年払い保険料7940円、一月あたりおよそ662円です。メモリードライフの葬儀保険、資料のご請求と詳しい内容のお問い合わせはフリーダイヤル0120-244-888 0120-244-888 まで。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、この後10時からは今シーズン限りで引退されたプロ野球選手の岩隈久志さんが登場です。お楽しみに。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマは2020年個人的ベストバイです。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から厳選した小豆と甘栗をふんだんに使用した栗かのこと、甘さを抑え自然の風味を生かした芋羊羹、北海道産牛乳を使用したくず練りミルクと、ぜんざいに一口タイプの羊羹が入ったバラエティ豊かな和菓子詰め合わせと、ヨーグルト風味の2種類のプリンにフルーティーな風味のみかん、ピーチ、グレープのゼリー、サクサクとした食感の富士屋デリシャスパイが入った洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ラジオネーム動くけど不動産屋さん、46歳男性の方。春の緊急事態宣言中でしたので、こんなものは不要不急だろうと思ったのですが、コロナ禍で休校中の娘に、コロナストレス対策と休校対策は緊急なんですと言われて、アンデスの歌うネズミことデグー、デグーってね、ハムスターのちょっと大きいみたいなやつで、なんか本当に多分可愛い声で泣くんで、チュッチュチュッチュ泣いたりするんだよね、デグーを飼い始めました。デグーにした理由は、夜行性じゃない、なんでも中高生とる昼動き回る、だからこう就寝中に騒がしくない、知能が高い、鳴き声で意思疎通ができる、おとなしく懐きやすい、寿命が7年から10年と長い、20日ネズミだともっともっと短いと、1年3年とかだから、で完全草食性、ということで飼い始めて、でなんか憎まれ口聞いてるけど、ネズミのくせに我が家のアイドルとして活躍していますっていう。デグーっていつ頃からかな、あんま聞かないでしょ、あんま今も聞かないよね。いや、なハムスターよりもすごいネズミっぽいネズミなんだけど、なんか、可愛い声で鳴くっていう。たこ焼き師匠さん。2020年個人的ベストバイ、私の個人的ベストバイは、長唄三味線、三味線。かっこいい。もともと趣味らしい趣味を持たなかった私ですが、在宅勤務等でひたすらおうち時間の毎日にうんざりしていたところ、何気にテレビで流れていた落語。そして、話し家さんの登場の時の出囃子に惹かれるものがあり、あれが弾けたらなぁと思い、思いつきで三味線を購入しようと。しかし何を買えばいいのか、どこで習えばいいのか全くわからずに、ひたすらネット検索をして、三味線買って、で YouTube を見て稽古している。YouTube か。いや、なんか楽器のマスター結構 YouTube でしてる人多い。すごいですね。でもコロナが落ち着いたらきちんとしたお師匠のもとに稽古に通いたいなぁとは思っています。三味線なんかめちゃめちゃ難しい。ですよね。そうだけどね。私ウクレレ始めたんですけど、すぐやめちゃったから。いつ始めたの？ステイホーム中にやったんですけど。また引っ張り出して。やろうかな、ね、やればいいんじゃない、ね、うん。みんなの願いを乗せて、今年もクリスマスがやってきます。このひとときが大切
な思い出になりますように。山崎のクリスマスケーキ。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。高橋秀樹です。大切な遺言書のことなら朝日信託のしっかり遺言 .com、 しっかり遺言が10時をお知らせします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと岩隈久志と、おはようございます。今日は引退後初めてのラジオなので、お手柔らかによろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの新井真希です。さあ今日のゲスト、元がもうつくんだね、元プロ野球選手、岩隈久志さんです。ついこの間です。今年惜しまれつつ現役生活に幕を下ろされました。そうね。僕一度お会いしたことあるんですよ。近鉄バファローズ、大阪近鉄バファローズが、はい、まあ、解散っていうか、亡くなって、で、オリックスに行くのか、楽天に行くのかっていう、そのあたりで僕スポーツニュースやってて、はい、そこでご一緒しましたね。じゃあ15年ぐらい前ですね。かね、うん、以降楽天で活躍してメジャーリーガー日本代表なりね、なんかすごい聞きたいですね。引退を決める時の心境とか、はい、はい、いろんなお話を伺います。元プロ野球選手岩隈久志さんご登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。金福、こだわりと思い、素材、熟成の技、日本の明太子、金福の明太子、贈り物に金福。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト岩隈久志さんは1981年生まれ、東京都出身、現在39歳。1999年ドラフト5位で大阪近鉄バファローズに入団。2003年から2年続けて15勝を挙げ、近鉄のエースとして活躍します。そして2005年、新規参入球団の東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍。2008年に21勝を挙げる活躍を見せ、沢村賞など数々のタイトルを獲得し、名実ともに日本のエースとなります。2009年には代表メンバーに選ばれた第2回 WBC で日本の2連覇に大きく貢献し、2012年、メジャーリーグのシアトルマリナーズに移籍。先発ローテーションの一角を担い、2015年にはノーヒットノーランも達成。そして今年、読売ジャイアンツで現役生活に幕を下ろされたプロ野球選手の岩隈久志さんが本日のゲストです。ということで、スタジオには岩隈久志さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。僕多分デビュー戦を見てるんですよ。あ、本当ですか。日ハム戦で、うん、はい、途中からですよね。はい、途中から出ました。えらい細いピッチャー出てきたと思ってそしたら、はい、近鉄勝ってたんですけど、はい、日ハムの小笠原選手同点ホームラン打って。はい、そうです。覚えてます。覚えてます。覚えてます。レフトにホームラン打たれて、はい、そうです。その後、まあ、その後の攻撃で逆転してもらって、はい、プロ初登板、初勝利っていう。そうなんです。僕は悔しい思いで、はい、日ハムファンですから、悔しい思いで帰ったんですけど、はい、その後僕テレビで一度だけご一緒して、スポーツニュースでご一緒して、はい、それ以来ってことなんですけども。はい、ね。よろしくお願いします。まずは何よりお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。何かすごく思うのは、苦しい時期もいっぱいあるわけじゃないですか。はい、で、でも、引退しようって思う時と、もう一年頑張ってみようって思う時の、差って何なんですか？そうですね。まあやっぱり常にこう、まあ向上心っていう気持ちを持ちながら戦っ
ってきて、やっぱり1年1年が勝負の中でも、やっぱり怪我の時もありましたし、でもそれでもやっぱり諦めず前を見ながら、いい時も悪い時も進んできましたけども、まあ今回その引退を決めた理由はもう、まあたまと、原監督がずっと僕は2軍にいながら、状況見れてない状況で、で、なんとか一軍で投げさせたい、日本シリーズでも投げさせたいっていう思いがあって、一度ちょっと、フリー、シート打撃で、はい、ちょっと見たいから、東京ドーム来てくれないかっていう話で、それが、まあ、10月7日の日だったんですけども、その日に、まあ、僕が今できる限りのことを、とにかく、はいはい、やらせてもらおうと思って、投げに行った1球目で、はい、肩が飛んで脱臼したんですよ。おー、まあ、それで、あ、もう、ここまでやってきて、まあ、自分の中でも、あ、もう野球をね、もう十分だろうと、休ませてやれよっていうような、思いにはなったなっていう、それで引退を決めましたね。ドラマチックっていうか、じゃあ、そこで、まあ、その、技術ももちろん終わりですから、はい、それなりの、シート打撃登板できたら、もしかしたら、原さんは日本シリーズに1枚入れたいなって意識があったってことですか、はい、そうですね。やっぱりそういう思いで、まあ、僕をジャイアンツに呼んでくれてっていうのがあったので、まあ僕も、もう本当にこうジャイアンツ来てなかなかこう結果も残せなくて、まあ苦しい時期でもあったんですけども、まあ最後は、まあこういう形で、まあチームにも貢献できなかったっていう思いでしたけども、まあでもジャイアンツでも、この2年間っていうのがすごくこう自分の中でも、いろんないい経験をできて、若手にもたくさんアドバイスすることもできましたし、なんかすごくチームメイトにも恵まれて、まあありがたかったなって気持ちですね。怪我との戦いって、はい、レベル全然違うんですけど、僕生まれて初め50肩どうやらなったらしくて、草野球大好きなのに全く今シーズン投げられなくて、はい、こんなきついんだと思って、肩が痛いっていうことは、はい、こんなになんとイライラすることなんだみたいな、はい、実生活を送って比べちゃいけないね。でも本当にね、その体が痛いとか怪我で全力投球ができないっていうのはどういう気持ちなんですか？なあ、やっぱり、苦しい気持ちにはやっぱり、なりますけども、でもやっぱり、どっかで必ず良くなるだろうっていうのを、常に思いながら、今日はここまでできた、これだけできて良かったなとか、でやっぱこう、なんていうんですかね、やっぱり2歩進んで1歩下がるみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつでも、こう、1日1日を良くしていくっていうような気持ちで、やっぱそういうの持っていかないと、本当に、苦しくなっちゃうので、でも近鉄時代もね、その細い体でフル回転して抜いて、はい、その後怪我もやるじゃないですか。で、そうすると本当に冷静に怪我と付き合うようになると、例えば球数を少なくとか登板間隔を長くっていうじゃないですか、はい、で、そうすると周りからもう分けんだからもっとっていう解説者の人もいっぱいいたじゃないですか、はい、ああいう時に投げないっていう精神力ってすっごい大変じゃないですか。ああ、そうですね。うん、やっぱりその中でも、なんていうんですかね、やっぱ自分の体はやっぱ自分で分かっとかないと、うん、いけないっていうのもありましたし、まあもちろんそのシーズン通して、まあトータル的に考えたところをしっかり自分で判断して、はい、まあ、ここでちょっと、まあ交代をさせてくださいとかいうのも言いましたし、うん、でもやっぱり、大事なところはやっぱりしっかり投げるっていうようなメリハリをつけるというか、まあそういったところでも自分自身を常にこう体との会話をしながら、やらせてもらってたなって時だったと思います。トレーニングの仕方みたいのも変わっていくんですか、毎年？あ、うん、毎年やっぱり変わってきましたね。体もやっぱりこう全然変わってくるので、投げてても今までの感覚と違かったりだとかするので、やっぱりその状況に合わせたような体作りをしていきながら、今できる体の動きを自分の投球に生かしていけるようにっていうような形でやってました。僕はなんか今後指導者とかになっていただいて、そういう投げない勇気とか、今僕はこういう調子ですっていうのをちゃんと首脳陣に言える勇気みたいのをすごいこう教えてほしいんです、その若手の人たちに。はい、だって結構解説者によってはボロクソ言う人いましたもんね。そうですね。あと、ノブさんとかも結構言ってましたよね、あの頃。そうですね。厳しかったですね。厳しかったですね、はい、ノブさんとかも。まあ、やっぱり、期待でもありましたので、はいはい、やっぱりこの、まあ、監督
野村監督の場合はやっぱりもうチームの組織としてのやっぱりエースと4番が機能しないと勝てないってやっぱり言われてましたので、その中でやっぱりチームの鏡となってくれっていうのは、まあ言われてはいましたけども、やっぱり、まあ、すごい厳しかったですね。で、そこの冷静さですよね。そこにうまい冷静さが、ちゃんと自分で見極めて、ならいけるとこはいきますけど、本当の無理はできませんを、ちゃんと言えないと、そらプロとしてやってけませんもんね。そうですね。まあ、まあ、やっぱり今のプロ野球選手もみんなやっぱりその、いけるかって言われたら、いけますってやっぱ言うんですよ。はい、どうしても。はい、まあ、自分の体がギリギリなところで戦ってる選手もいると思うんですけど、はい、やっぱりいけるかって言われたらやっぱいけますって言っちゃうので、やっぱそこを自分の体をどうコントロールするかっていうの部分とか、まあそういった部分も主張してやっていける方がやっぱり自分のためだと思うので、そういう風になっていける選手も増えてくれるといいなと思いますよね。で、結果的にはそれで活躍できればチームのためでもありますもんね。そうですね。はい。さあ、そんな中入団あたりからいきますかね。プロ入って、まずプロ入って、はい、どう思いました最初。いけると思いました、それともやべえと思いました。いや、いけるなんて全然思わなかったですね。はい、まあ、僕もドラフト5位で、3年間は陸上部だって言われてたので。すごい言葉だな、はい。3年間は陸上部だよ。陸上部だって、はい。もう体作りだと思っていたので。はいはい、まあ僕もその、プロ入っていきなり活躍できるなんかも思っていなかったですし、プロの技術をまず学びたいっていうのがあったので、まあそこからスタートでしたので、で、また、やっぱ選手たち見たときに、やっぱ体も大きいですし、まあもう本当に同期の大卒の先輩ですらもうおっさんに見えるような、そんな世界に入り込んだなっていう、っていうのは覚えてます。いや、だって初登板のイメージ、普通のお兄さんがマウンド上がったの感じでしたよ、俺。本当に細い人出てきたの。今は割とガッチリしてる。はいはい、やっぱり元メジャー日本代表の体ですけど、うん、誰が具体的に、なんだ、こんな人いるんだっていう人いました。すげえな、この人っていう。なあ、やっぱり、当時は僕は近鉄でしたので、中村のりさんとか、はもう本当にすごいなと思いましたね。見たことないやつなんですよ、要は打撃練習一つ見ても。そうですね。へー。もう一緒にまた一軍でプレーした時も、まあ、のりさんのロッカールームとかで、こう、会の合間とかも、こう、見学とか、まあ、こう、見てる時に、よし、一本行ってこようかなとか言って、はい、こう、言って戻ってきたらもう本当にホームラン打って帰ってくるぐらいなんで。はぁー、そんな感じの、はい。じゃあこれ一本いってこようかな。で、戻ってきたら、普通の顔して戻ってきてるけど、はい、ホームラン打って帰ってきてるっていう、なんかすごかったですね。当時は。なんならちょっとカジュアルな。カジュアルな。はい、立ち食いそば食ってこようかなぐらいの感じで。ピッチャーは誰ですか？プロってすげえんだってまず思った。あー、そうですね。やっぱ、やはり近鉄の時のクローザーやった大塚さんなんかは、はいはい、もうコントロールが、まあ、球も速いし、コントロールがもうそのアウトローのビシバシ投げて、ブレないですし、そこから縦のスライダーで空振りを取っていくっていう、やっぱプロのコントロールと、ブレないこの体の使い方はすごいなっていうのは覚えてます。こっち側からすると、その、岩隈さんも、ましてやスライダー、ね、コントロール、すごいピッチャーと思いますけど、はい、プロ入りした時の大塚さんは、うわ、今まで見てきた、野球で見てきた人と違う、もうレベル違うんですか？レベル違いますね。もう構えたところに本当どんどん投げてくるので、はあ、やっぱすごいなと思いました。大塚さんも後にメジャーに行く人なんですけど、すごいピッチャーなんですけど、ね。そして僕が会ったのは、近鉄、がなくなりますと、はい、それで近鉄の選手をもう分けますっていう話になって、オリックスと楽天、はい、楽天こだわりましたよな、あの時ね。こだわりましたね。あれ、まあ、はい、あの時は新規参入集団、はい、球団でしたので、やっぱりどうせやるなら新しい気持ちでプレーしたいっていうのがあって、やっぱり近鉄がまあその楽天が買収しますって話でしたらもう、はい、そのまま、もうそのままもちろん行ってましたし。うん、なんか、やっぱ、オリックスの九州合併で今まで一緒にやっていた選手たちと別れてしまうっていう、うん、そこでこう、なんですかね、プロテクトされて野球やるとか、なんかその辺がちょっとこう気持ち的にも。しっくりいかないんだ。しっくり、はい。いかなくて、もうその強い弱い関係なしに新しい球団で、新しい気持ちでやりたいと思って。
でね、僕はその後に楽天が優勝するチームになった時に、心から僕はそのパリーグのライバルチームのファンですけど、おめでとうと思ったのは、1年目、2年目あたりの楽天、ひどかったですよね。要するにオリックスが取っちゃった選手の残りと、他のチームが、はい、じゃあうちからはこの人あげますよって言ったような選手でできてる楽天。だから二十何対零みたいな試合が平気でプロで起こるとこで、あの楽天で投げてる時の気持ちっていうのは、いやー、まあ、特に1年目なんかは、すごく苦しいなっていう状況は、もうたくさんありましたね。やっぱりこう、チームの中でもやっぱり負け癖がついてしまうというか、まあ、なんとかこう、ゲームを作っていければチャンスはあったんですけども、やっぱチーム、ゲームの初回、まあ、序盤でも、こう、決まってしまってるっていうのがたくさんあったので、ああ、やっぱりその、もう苦しかったっていうのはたくさんありましたけども、やっぱりその中でも負け続けても、東北のファンが、やっぱりこう、次頑張ってくれっていうような感じで、ブーイングとかそういうやじもなく応援してくれてたので、すごく温かい気持ちで、いつも応援してもらってたので、本当にこう、頑張らなきゃいけないなって思いでやってましたね。なんか何人かの選手が、あ、僕、忘れられないプレーがあって、20点差ついてる試合で、関川さんって外野にいた、はい、阪神とかでプレーした、中日阪神でプレーした選手が、フェンス際を、危ないぐらいのフェンス際を飛び込んで取ったんですよ、フライを。はい、20点差で負けてんですよ。20点差で負けてんだけど、多分、関川さんにお聞きした時に、照れ隠しに終わんねえからって、試合終わんねえからって言ってたけど、でもやっぱり見てる方は、あ、すげえ一生懸命やってるってのが通じるチームで、うん、だからちょっとずつ強くなって優勝を狙えるチームになった時はすごい感動しましたね。もう本当にこう何もないところから始まったようなチームでしたので、まあやっぱりそうやってチームが一つ一つ強くなっていくっていう実感は本当に感じてました。で、その近鉄時代もそうですけど、松坂さんと投げ合うと、まあとにかく1点取られたら負けっていう、はい、もう岩隈松坂っていう先発が発表してられてる時点で、あ、わかんないけどこれすぐ終わんなっていう、早く終わんなっていう感じで、ライバルですか、松坂さんは。そうですね、一個上の先輩で、はい、なんか、まあ松坂さんはもう平成の怪物と言われてましたけど、はい、もう、まあ僕は本当無名で入って、でも同じ東京出身で、はい、な、やっぱりその近い存在でもやっぱあったので、やっぱり松坂さんにやっぱりこう追いつきたいっていう気持ちもあって、投げ合えるってなった時とかは、やっぱりすごく楽しかったですね、投げ合いとかも。この二人の投げ合いを、その、観戦したり、テレビで見たりして、0対0ってこんな面白いんだと思って。そう、いい、あ、サッカー好きだから、サッカーの0対0もそうじゃん。いい0対0と、すげえ0対0があるじゃないですか。松坂岩熊の0対0は、すげえ0対0だなと思いながら、見ましたね。見ましたね。懐かしいですね。本当に西武ドームでも本当投げ合いで9回まで 0-0 っていう試合もありましたし。あれ、1点先取られたらやられ、もう負けだって思うんですか？そうですね。はい、もう、とにかく、先制点を与えないっていうことで、僕も必死で投げてました。で、後に今度、もう聞く、その野球人生のトピックスがいっぱいあるから次々と飛んで聞かなきゃならないんですけど、メジャーに行こうって思い出すのは何歳ぐらいです？どのあたりからですか？やっぱり、2009年の WBC をやっぱ優勝経験して、やっぱ向こうのアメリカの地でマウンド投げた時に、あ、やっぱこの雰囲気とか、やっぱすごいなんかいいなと思ったので、そこから意識し始めてって感じですね。うん、で、いつか俺行くのかなってなってくるわけですね。そうですね。まあ、それもやっぱりこう、一年一年経ってみないと分かんない部分でもあったんですけども、やっぱりこの、そうですね、世界でね、戦ってみたいっていう野球人生一回きりでしたので、っていう思いで、まあ2011年をもうチャレンジして、2012年からスタートっていう形で挑戦しました。不安と期待のバランスは？ああ、不安しかないです。やっぱり、はい。そう、だってそこまでにもかなり怪我は体験してますもんね。はい。日本のプロ野球の中でもうまくいかない年もいっぱいあるわけですもんね。はい、ありました。そうですね。やっぱりその、まずアメリカという野球の違いも、はい。どんな選手がいるんだろうとかも、はい、ほとんどはやっぱりわからないことも多かったですし、はい、やっぱりアメリカ、英語、言葉の、だったり、そういう環境の部分とかを考えれば不安しかなかったですけども、はい、とにかく自分がやってきたことをもっとチャレンジしたいなっていう思いがあったので、もう最初も1年契約でしたし、
それでも。最初1年契約ですか。1年契約でした。はい。うわ、すごいな。はい。まあもう、まあ、あれですけど、給料の面でも、日本よりも、もうガクッと下がってでも、挑戦した。俺、後のイメージがあるから、いわゆる大型契約で行ってるのかと思ったら、あ、そうじゃなかったでしょ。1年です、はい。そうなんだ。1年契約の、日本の条件より落ちる状況で、そうですね。ってる、まあ、本当に背水の陣で言ってるんですね。そうです。はい。もうとにかく、こう、挑戦してみたかった。まあ、やっぱり松坂さんも、向こうで活躍してる姿も見てましたし、まあ、やっぱりいろんな先輩たちも言ってるのを見て、チャンスも一回きりしかないと思ったので、僕も31で、FA で挑戦したので、もう、まあ、その、成功するしないとか関係なしに、アメリカの野球ってものを体で感じてみたいなと思って挑戦しました。行って、行けると思った瞬間ってあるんですか？あ、これはですね、1年目の、9月ぐらいの先発で、トロントブルージェイ戦に、8回途中13奪三振を取って、勝利した時に、はい、はい。あ、これで、こう、自分の自信になったっていうゲームだったので、それでメジャーでも、あ、行けそうかなっていうのは思いました。俺のスライダーは通用するんだぞっていう。そうですね。なんかもうとにかく最初はもうメジャーでもどこがストライクゾーンで。まあ、やっぱ違うもん、相当違う。なんか全然違いましたね、はい。メジャーはストライクゾーンが広いぞっていうによく言われてましたけども、はい、全然広く感じないし、はい。広いんじゃなくて違うんだ、もうもはやっていう。そうですね、はい。なんか構えてるところがストライクなのか、本当にゾーン入ればストライクなのかとか、はい、そういったところとかも手探りでやってましたし、はい、やっぱバッターの対戦しないとやっぱ分からないスイングでしたので、うん、とにかく最初はもうどこに投げていいんだろうっていうのがありました。へー。そんな中で、いけると思ったらその試合だとすると、こいつやべえと思った選手誰ですか？やっぱり最初は、まあ、ミゲル・カブレラ選手なんかはやっぱりもうスイングもすごいし、飛ばすし、なんていうんですかね。まあ、小技もうまいっていうか、まあ、その対応の仕方がすごい上手だったので、どうやって抑えるんだろうみたいな、やっぱり感じはありました。メジャーリーガーって、なんていうんですか、どんな体勢でも、バットにボールを当てますみたいな、当てた結果、はい、とんでもないスピードで飛んできますみたいなやつが、何人かすごいのいますよね。やっぱいますね。まあ、エンジェルスのマイク・トラウト選手とか、もそうですし、はいはい、あとはもう、アストロズのアルトゥーベ選手なんかは本当に小さいんですよ、はい。170ないんじゃないかなっていうような選手なんですけども、足も速いし、ボール球手出してもヒットにするし、ましてやこう、ちょっと甘いボールとかも、長打も打てるバッターなので、すごくこう、対戦してて、うわ、嫌だなって思う選手だったなっていう。なんか日本の野球で言うと、もうボール球手出すなってずっと教わってるじゃないですか。僕らも教わってるから、うん、逆にピッチャーがもうボール球手出させたら勝ちみたいとこあるじゃないですか。はい、これはストレートじゃなくて、外に曲がるスライダーだから、それ手出してくれたらもうこっちのもんっていうやつが、どこ飛んでくんだってぐらいいきますもんね。あります。はい。さあ、一回 CM 挟みますか。じゃあ、一回 CM 挟みます。今日は岩隈久志さんをお迎えしております。蓮見の隆起です。土曜日朝7時からのまとめて土曜日、12月19日のゲストコメンテーターは社会学者の新田正文さん。北村さん、はい、自販機のあったかい飲み物、こんなのあったらいいなと思うのは、やっぱり温まるんで焼酎のお湯割りが欲しいですね。中には梅干しも入れてください。アンガールズ山根です。田中です。受験生って悩むよね。今年はコロナもあって友達に会って相談とかできないもんね。だから受験生専用のみんなで悩みを共有する番組やります。それいいじゃん。受験生は夜悩む、プレゼンテッドバイ明治プロビオヨーグルト R1、 17日木曜夜10時。田中も悩めよ。いや俺受験生じゃないから。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りしました。タッ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 、歩いていく歩いていく、元気に歩く毎日を過ごしたいですよね。でも足の筋力が衰えてくると、そこで最瞬間製薬所の歩みのゼリー、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されているんです。歩くのが大変で外出が億劫でした。そんな方が愛用して、外に出かけるのが楽しいんです。ゼリータイプで食べやすいのも気に入っています。と、好評です。
これからも元気に歩きたい方に、歩みのゼリー。特保ではなく機能性表示食品です。無料の3本セットは0120-777-444 777-444 最終完成役所まで。おひな様と五月人形、今コーノスひろたやで予約セール。コーノスひろたや。カードローンの利用や借金をしたことがある方へ、払いすぎた利息があればあなたにお金が戻る可能性があります。返済中でも返済済みでも無料で過払い金を調査。東京弁護士会所属弁護士法人アディーレ法律事務所にお電話を。0120-316-742債務なしに。ではここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、今日の関東地方は次第に曇って午後はぐっと寒くなりそうです。午前中は晴れ間の出るところが多いんですが、午後は次第に曇って本当に一時的なんですが、パラッと雨が降るところもありそうです。で、最高気温は南部14度、北部10度くらいと、この後少し上がりそうです。で、東京は正午に14度になり、夜6時には8度、そして夜9時には6度まで下がってきます。北風も吹いて朝より冷えてきそうです。で、明日の朝は東京で3度、水戸では氷点下2度まで下がる見込みです。ご注意ください。そして北部の山間部では本格的な雪となるでしょう。で、この寒さはひとまず木曜日頃がピークとなるんですが、年末までは師走らしい寒さが続く見込みです。以上です。ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。 TBS ラジオ公演桂文枝新春特選落語会2021、1月10日と11日の2日間、有楽町朝日ホールで全4公演を開催します。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。時刻は10時26分です。ここで赤棒がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、外環道の外回り松戸付近での事故の処理終わりましたが、渋滞が残って三里南を先頭に4キロ、圏央道は外回り相模原八王子トンネルでも故障車の処理が行われています。左車線が通れず5キロ15分。首都高速道路川口線の上り鹿浜橋でも故障車のため8キロ50分。神奈川県内国道246の上りは海老名の上今泉付近、事故のため1キロ半。都内環七通りの外回り北区中十条4丁目付近でも事故のため2キロ半25分です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報10時53分頃です。できることは何でもやります。単身引っ越し、緊急輸送、定期配達、長距離配送、赤棒は安くて便利。赤棒のドライバーは親切丁寧、お預かりしたお荷物を大切にお届けします。まずは赤棒首都圏で検索してください。お荷物は赤棒。伊集院光とラジオと岩隈久志とキャンプと、改めまして今朝はゲストに元プロ野球選手岩隈久志さんをお迎えしております。ここからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。CM 中ちょっと話してて、はい、びっくりしたんですけど、はい、まあ、僕今50肩でただただ肩が痛くて、でその話してたら、その最後の脱臼の後もう投げないって決めたらリハビリとかやってない、やってない、もう今やってないですね。投げるならなんかまだ頑張ってるかもしれないですけど、もう今やってないんで、とにかくもう体を全部休めてみたいな感じで全くしてないですね。いやだから、ただあのマウンドに行くためだったらある程度辛いことも、はい、つまらないリハビリも痛いリハビリもできるけども、はい、そうか、引退したんだったらゆっくり直していけばいいかっていう感じでもそれだけそのなんていうのかな、プロ野球選手の覚悟っていうか、投げるんなら俺どんなことでもするっていうのは、うん、なんか素敵な話ですね。やっぱりそうですね。もうそういう覚悟で常に毎年毎年やってきたので、うん、まあ、今はもうとにかくゆっくりしてっていう。運動で一切してないんですか？全くしないですね。なのでもう、体もやっぱ筋力も、もう本当に全部落ちてって、僕今実際、そうですね、引退して1ヶ月、
ちょっとで10キロぐらいもう痩せました。痩せちゃうの？逆に、はい、筋力が多分落ちてってどんどんまず痩せてってる感じです。どうにかその体質もらえませんかね。もうそうなんでしょうね。あの体の僕がデビューで見たあの体の青年がこれだけたくましくなるってことは努力してそうしたんですもんね。作った。そうしないと戻ってっちゃうっていうか痩せてっちゃうっていうのは羨ましいっちゃダメだね。それはねすごいことだなと思いますけど。なんかジャイアンツファンの希望もしくは、プロ野球ファンの希望として若手と投げたりすることがいっぱいあったじゃないですか。それこそリハビリもあったと思うし、はい、ジャイアンツの若い選手でこいついいもん持ってるって誰ですか？やっぱりそうですね、まあ、今年もローテーションで投げたんですけども、はい、戸郷選手なんかはもう僕みたいに本当に細い選手で、はい、あのこれから、まあ、ボールの質がやっぱり高いのでいいボール投げてるっていうのを1年目からも感じている中で、まあ、今年9勝を挙げてっていう、まあ、これからの選手っていうので、うん、まあでも、やっぱり今年ローテーション1年間投げる中でも、やっぱりこう、後半失速してった部分とか、はい、やっぱり本当にこれから体力とか、筋力とかをつけていかないと、やっぱこの世界ではやっていけないっていうのが、まあ本人も分かったと思うんですけども、僕もそういうアドバイスもさせてもらって、だからこれからがまた楽しみだなっていうのも思ってます。あの1年間乗り切るって大変なことなんですか？大変ですね。やっぱり最初スタート良くてもだんだんやっぱすぐ疲れが残ってだんだんその疲れが取れなくなってくる。体がやっぱ張ってる中でもだんだん投げなきゃいけないみたいな状況になったりするので、やっぱりその1年間の体力作りっていうのがやっぱりこのオフ期間12月1月で作っていくっていうのがやっぱプロ野球選手です。なんか聞くとそうなんですってね。最初会長で今シーズン絶対若いピッチャーが今シーズンから俺の時代が始まったと思ってもそう最後の方で体力ついてこなくてそこで無理して投げて割と長く続いちゃうような怪我をしちゃう人とか、そうですね、それでもう本当に野球人生が終わってしまう選手も見てきましたし、なのでここからっていう風な風に見てます。戸郷より前のなんていうのまだ全然出てないけどあいつのこれだけはものになるんだから頑張ってくれよっていう人いません？大穴。ああやめ、います、います。誰とかいます？そうですね、ジャイアンツの2軍バッターだと山下って僕あコーター こいつは今年一番嫌なところで怪我しちゃいましたけど、そうなんです、ね、とてつもないやつに守るの全然ダメだけど、うん、打つのだけはとてつもないっていう、すごい、はい、高卒1年目からファームで首位打者取ったのかな、びっくりした。それぐらいなんか打撃センスのある選手で、はい、でもやっぱもう2年目から怪我がちょっと多くて今年も棒に振っちゃってみたいな、すごくあのいい選手なんですよ。その中でもやっぱり彼も僕に、うん、あのいろいろ聞いてきてピッチャーはどういうふうに考えて投げてくるんですかとか、そういうもう向上心が半端ない選手なので、まあ、すごく僕も応援してる選手なんですけども、早くやっぱり怪我をね治してやっぱりあの怪我をしない体作りをして一軍で活躍する姿は見たいなっていうのを思ってます。でもそうやってみんな自分の体の特性を覚えたりとか、うん、それ足りないところを埋めたりとかしながらそうやって一流になっていくんでしょうからね。そうですね。怪我運悪いだけじゃ済まないですもんね、うん、そうなってくるとね、はい、今後の野球との関わり方はどうしていこうと。今後はですね、まだ、まあ、はっきり決まってはいない部分があるんですけども、でもやっぱりもう野球で育ってきてるので、まあ、野球を通じたところでやっぱり役に立てる仕事がしていきたいなっていうのを思ってます。解説をしたいか教えたいだったらどっちですか？両方やってみたいですね、うん、はい、解説ももちろんこう見ることで野球の勉強にもなりますし、まあ、やっぱりユニフォームを着て若い選手たちをこう教えたりするっていうのも、まあ、実際このジャイアンツのいる期間でもあのアドバイスとかもたくさんさせてもらってやっぱりこう楽しい部分もあったし、まあ、特にそうですね、まあ、ジャイアンツの畠選手なんかも、うん、あのやっぱり2軍でこうくすぶりながらものはいいけどなかなかこういかない中で最後チャンスをつかんで日本シリーズまで投げましたし、うん、まあ、そういった選手とかもこういろいろアドバイスもさせてもらったので、なんかすごくこう指導者っていうのもやってみたいなっていう思いもあります。うん、さあ、そしてさっき CM 明けに言ってたキャンプと。ね、キャンプは。キャンプとは、野球、もしかして野球のキャンプじゃなくて。野球の2月に始まるキャンプじゃないですか。あれはもう真っ平ですもんね。もう、もう終わりって決めたからには。あんな苦しいことはやんなくていいですもんね。普通のキャンプ。そうですね。なんか今、まあ流行ってる部分もあると思うんですけども、はい、ああいうのをやってみたいですね。へー。
ったことなくて、やったことがないし、いはい、あとはまあその例えばゴールデンウィークとかってもう野球でしか育ってないので、野球しかしたことなかったので、そういったところとかもなんか本当に皆さんと一緒のような形でこう旅行したりだとか、はい、そういうのをしてみたいなと思いますね。普通にゴールデンウィークに普通に観光地に行くってやらないで過ごしてるんですもんね、ずっとね。そうですか。ということで、もう心からお疲れ様でしたということですね。今日のゲスト、岩隈投手、ありがとうございました。ありがとうございました。世界800万人が熱狂したドラムタオ、結成27年の集大成、原点回帰の作品は祭りが響くと書いて最強。 TBS ラジオ公演ドラムタオ最強は1月12日から文化村オーチャードホールで開催。詳しくは TBS ラジオのイベント情報をご覧ください。長野新潟エリアで美味しいエリア拡大中。おすすめ美味しい味噌ラーメン食べてみて。中央事務所より現金が受け取れる可能性があるお知らせです。クレジットカードのお支払い時、知らずに払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。この CM を聞いた方は無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢玲さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は年末年始もご自宅でお店の味が簡単に楽しめる吉野家ミニ牛丼の具をお得な増量企画でご紹介します。わ、久しぶり。はい、皆さん大好きな吉野家牛丼の具、早速ですがお召し上がりください。おい、はい、スタジオが吉野家の匂いになってるから ね、 もうね、いただきます。はい、進めますが、こちらは丼一杯は多いという方のために作られた1パック 80g 小丼サイズのミニ牛丼の具。ちょっと小腹を満たすのにちょうどいい量で女性にも人気です。途中ですいません、はい、間違いないっす、ね、これです、はい、やっぱりね、間違いないですよね、うん、いい笑顔を見ながらさらに進めます。お願いします。はい、もちろん吉野家が厳選した旨味豊かな熟成牛肉にシャキッと程よい食感の玉ねぎもお店と一緒ですよ ね、 レシピも一緒で、作りたてを急速冷凍しているのでお店でいただくような出来たての美味しさをご家庭で味わうことができるんです、うん、そして吉野家の美味しさの決め手といえば秘伝のタレ、ワインや数々のスパイスをブレンドしたタレは創業121年の伝統を誇る吉野家のまさに門外不出の味です。このタレってさ、うん、本当に飽きが来ない味なんだよね。ねえ、あの一口食べて美味しいのに、はい、明日も明後日も食べられる味なんだよね。本当にね、真似できない味、真似できないし飽きが来ないですよね、うんうん、はい、作り方も簡単です。袋のまま湯煎するか電子レンジでチンするだけ。あとはご飯の上にスルッと乗せれば出来上がり。小丼サイズですのでお子さんにもちょうどいい量ですし、がっつり食べたい方には2パック使って大盛りにと量の調整がしやすいのもいいですよね。おかずがもう一品欲しい時や晩酌のお供にもいいですよ。お正月あるあるですが、おせちやお雑煮はもう十分かなという時にもおすすめです、うんうんうん、絶対いいですよね。さらにお店にはないアレンジ料理が簡単に楽しめるのも魅力です。牛合いがけカレーや肉じゃが、すき焼き風の肉豆腐、
肉うどんもおすすめです。今日は肉うどんをご用意しました。ありがとう。はい、吉野家の ね合うんで本当にうどんと合うの、ね、いつも絶賛してくださいますよね。今日は厚揚げも乗ってます。うん、美味しい。あ、美味しい。美味しいですよね。あの肉の旨味でね、つゆまで美味しい。そうなんです。これ食べてるとお雑煮も合うような気がして。あ、本当ですね、うん、お餅にも良さそうですね、うん、賞味期間は冷凍で、製造日から1年、1パック1食分で冷凍庫の隙間にスッと入り、年末の冷凍庫の場所を取りません。しかも今回は嬉しい増量企画です。この機会にぜひどうぞ。吉野家ミニ牛丼の具24食セットは今回1食増量、つまり合計25食セットでお買い得な税込み6800円、6800円です。そして倍の48食セットはさらにお得な2食増量、合計50食のボリュームセットで、単品合計価格13600円のところ2600円引きの税込み11000円、11000円です。これ1食あたり220円で吉野家の味が楽しめますよ。今このお得な50食セットが買えるのは TBS ショッピングだけです。さらにお買い上げいただいた方の中から抽選で50人の方に吉野家特製ミニ丼をプレゼントします。これいいですよね、めっちゃ可愛いです。有田焼きでデザインもサイズも ね、いいんですよ。なお12月16日までの申し込みで年内にお届けします。ただし数に限りがありますので、お申し込みはお早めに、別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954、0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。また TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。そしてただいま TBS ショッピングでは年末特特クーポン祭りを開催中です。今日ご紹介した商品を12月20日までにお買い上げの方全員に次回使える 15% オフクーポンを差し上げます。ぜひご利用ください。 TBS ラジオショッピングでした。いや、いろんな食べ方できそうだ ね。俺一回フランスパンに挟んでみようかなと思って。俺それいけると思うんだよね。キャベツと一緒とか、はい、ご報告待ってます。はい、美味しいもんありがとうございます。ありがとうございます。大倉屋住宅のおー、大倉屋はたくさんの女性スタッフが活躍、女性ならではの視点でマンション売却をサポートします。創業1982年、累計契約10万件を突破。おお、相談しやすい。驚きのマンション仲介、大倉屋住宅。病と戦いながら夜明けを待ち続けている人たち、明日はどんな日にしたいのだろう。明日こそ何かおいしいもの食べたいです。明日は久しぶりに孫の声が聞きたいな。明日を明るい日にしよう。集団予防接種が原因で B 型肝炎に感染した方は国から最大3600万円の給付金を受け取れる可能性があります。 B 型肝炎訴訟のご相談は 0120-554-931、 ここよ救済第二東京弁護士会平松豪法律事務所へ。桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店。食のプロがお金を出してでも食べに行くプロの味を数珠つなぎに教えてもらうコーナーです。担当はこの人です。おはようございます。渡る源氏の桐畑徹でございます。さあ、今週はおでんということですが、はい、このおでん食べられるお店はですね、自由が丘にありますおばんざい月見さんというお店でございまして、なんかちょっと珍しい鶏だし、鶏の出汁のおでん、そうなんですよね。ちょっとあんま見かけないですよね、鶏出汁、ね、さあ、僕も初めて食べるお味だった。どんなお味だったのか、まずは試食の模様をお聞きください。今私の目の前にですね、鶏出汁おでんでございます。この器にですね、おでんが今日は3品載ってるんですけども、大根、卵、豆腐でございますけども、大根にはですね、とろろ昆布、それがふわっと乗っけられてるんですね。で、あの鶏だしおでんってことで薄い色のおだしかなと思いきや、パッと見これ関東風な感じしますよね。コーヒー色っていうのかな、そんな色になってます。じゃあまずは大根かな。
厚さはこう2センチぐらいに切ってある大根なんですけど、直径そうですね、金属バットの先っぽぐらいはあるね、太さですよね、これね。いただきます。あら、めちゃくちゃ上品な味、いわゆる京風お出汁な感じがよく出てるのと、やっぱ鶏の旨味だろうね。でもね、それもね、鶏の主張が強くない、そんな前に出しゃばらない鶏。これお醤油使ってはんのかな、本当に。これ優しくて美味しい、そんなおでんでございます。という鶏だしおでんなんですけど、はい、まあ、今回僕が食べたのは卵、大根、あとお豆腐の3品なんですね、うん、これ鶏だしのおでんってなんかちょっと黄金色をイメージしちゃうじゃないですかね。ええー。でもまるでね、あの、静岡おでんみたいな、結構醤油のような黒い感じなんですよ。で、聞いたところ、醤油は一切使ってない。なんだろうね。これなんですね。で、まあ、だから味はちょっと強風というか薄味と言いましょうかね。だから、素材の味もよくわかるおでんなんですけど、気になるこの出汁なんですが、なんと、偶然できた出汁だそうで、もともとね、あの、チンタンスープというですね、呼ばれてるあの、透き通った鶏の出汁と、あと、カツオの出汁をこれ、7対3の割合でミックスして、で、黄金色をした出汁のおでんを作ろうとしたんですね。ただ、いざ作ってみると、これ練り物とか野菜からなのか出るエキスで、自然と色がついてって、静岡おでんのような色に仕上がっちゃったんですって。ほうほう。だからこの出汁出来上がった時、オーナーと料理長、二人で首をかしげたそうですよ。でもさ、初めて行ってさ、ただおでんだと思って頼むじゃん。そうそうさ、色を見て大体味想像するじゃん。で、言ってこれは濃い味なんだなと思って食べたら、味はすっきり。そうなんです。だから絶対見た目とギャップがあるから、結構お客さんも、これ静岡おでんですよねって食べて、えってなる。すごいギャップがあるお、ね、おでんなんですけども。お話伺ったのはオーナーの伊沢さん。はい、オープンしてまだ1ヶ月半のお店でございまして。そうなんですね。伊沢さんはもともと学校卒業して、あの、不動産関係の仕事に就かれてます、ね。ちょっと待って、1ヶ月半はい。すげえ大変な時にオープンしたね。そうなんです。でね、まあ、もともとこの不動産仕事やりながらの食べるの大好きだったんで、いつか自分のお店出したいと思ってたそうなんでね。で、まあ、その後、自由が丘の知り合いなんかとこう相談して、で、得意の、まあ、不動産で物件を探すっていうのもね、自分の得意な仕事ですから。それで、満を持して、今のお店をオープンさせる。はい。ただ、僕も聞きました。なんでこのコロナ禍でお店を出そうと思ったんですかと。したらね、この伊沢さんが言うには、だからこそチャンスですと。ある意味、全部のお店が、今、1年生になるでしょと。この時にお店を始める。今しかない。なるほど。まあ、考えようだな、そうなんですよ。そういう考えで、この時期に店をオープンされたみたいなんですね。ちょっとなかなか面白い考えだな、ちょっと思いましたね。はい。おばんざい月見さんはですね、自由が丘駅、もう徒歩1分、もう出てすぐのところにあるんですよ。自由が丘デパート。あそこの3階にございます。さあ、じゃあちょっとルーキーのオーナーですが、どんなお店行きますか？はい、おすすめを聞いておりますので、そちらの模様をお聞きください。このコーナーですね、あの、伊沢さんがプライベートでも行くお店を紹介してもらいたいんですけども、はい、どっかそういうお店ありますでしょうか？三軒茶屋の、ほう。そばりあんというお店です。そばりあん？はい。何屋さんなんですか、ここは。和食のおそばと、ほう。イタリアン、ほう。の、ミックスというか融合というか、え、あの日本そば、はい、それをイタリアン、はい、これまた変わったお店が出てきましたよ。これじゃあそこの、はい、この一品食べてきてっていうのは何でしょう？山椒香るペペロンチーノそば。え、ペペロンチーノそば。そうです。ペペロンチーノは僕も食べたことあります。はい。え、それがもしかして日本そば？そうですね。それをつけそば風に。え、つけそば。はい。で、味がペペロンチーノ。そうですね。僕の想像力でちょっと限界を超えてるんで、こう全く味が予想できないですね。でもうまい。美味しいですね。これはもうじゃあ行くしか分かんないですね。そうですね。行って食べないと。行ってみてください。というですね、紹介していただいたのは三軒茶屋にありますソバリアンというお店の
つけそば風ペペロンチーノでございます。どんななんだろう。これ割とそばに関してかなり保守的なんだけど、はあはあ、シェフシェフへの信頼が絶大だから、はいはいはい、ちょっと食べてみたいな。想像できないですよね。ねまったく。来週は三軒茶屋にあります、はい、ソバリアンさんのつけそば風ペペロンチーノの報告、よろしくお願いします、はい、以上桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店でした。ご存知ですか？筋肉のおよそ 70% は下半身についていると言われています。遠くまで歩くのが億劫、歩いていて人に抜かれることが多い気がするという方、これからは歩く力を維持していくことが大切です。おすすめは再瞬間製薬所の歩みのゼリー根の力。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特報ではなく機能性表示食品です。これからもしっかり歩きたいというあなたのための食べやすいゼリーです。歩みのゼリー根の力、まずは無料の3本セットを試してみませんか？お問い合わせは 0120-777-444 777-444最瞬間製薬所まで。法律事務所ホームワン。法律のこと難しい、知らずに損してないかな、それなら気軽に相談しよう。0120-316-279 東京弁護士会所属法律事務所ホームワン。ロピアは同じ商品ならより安く、ロピアは同じ価格ならより良いものを。楽しく感動できるスーパーロピア。ではここで TBS ニュースです。ニュースデスクの伊藤隆太アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。企業の景気に対する見方を示す12月の日銀短観は、大企業の製造業で2期連続の改善となりましたが、依然として低い水準が続いています。日銀が発表した12月の短観は、大企業製造業でマイナス10となり、前回の調査から17ポイント上昇しました。中国やアメリカ向けの自動車輸出が好調だったことなどが要因ですが、新型コロナウイルスの感染拡大への懸念から低い水準が続いています。また中堅・中小企業も2期連続の改善となりましたが、指数はマイナスのままです。3ヶ月後の景気の先行きについては、感染の再拡大への懸念から大企業の非製造業でマイナスに転じるなど、苦境に立たされる日本経済の姿が浮き彫りとなっています。クリスマスシーズンのニューヨーク・マンハッタンの教会付近で13日午後、銃を持った男が複数回発砲し、警備に当たっていた警察官に射殺される事件が起きました。発砲は13日午後4時前、高級住宅街に位置する教会の正面の階段付近で起きました。当時現場ではクリスマスコンサートが行われていましたが、男は演奏が終わった直後に持っていた銃で複数回発砲したということです。男は警備に当たっていた警察官に撃たれ、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。警察当局によりますと、男は拳銃2丁を所持し、カバンからはガソリンやロープ、ナイフも見つかったということです。この他には怪我人は確認されていません。日本原子力発電が福井県の敦賀原子力発電所2号機の審査資料を不適切に書き換えた問題をめぐり、原子力規制委員会は今日、東京台東区にある日本原子力発電の本店を立ち入り調査しています。原発の審査段階で発覚した問題を受け、事業者に立ち入り調査をするのは規制委員会の発足後初めてです。審査資料の作成業務に関係する文書や記録を確認して、書き換えの詳しい経緯などを担当社員から聞き取り、日本原子力発電の原因分析や是正措置が妥当かどうか検証します。敦賀原発2号機は原子炉建屋の直下に活断層があると指摘されていますが、
再稼働を目指す日本原子力発電は審査で活断層ではないと主張していて、過去に敷地内で行った掘削調査をめぐる審査資料の記載を無断で書き換えていたことなどが今年2月に判明しました。調査は明日も行われ、原子力規制委員会は必要に応じて原発への立ち入りも検討します。以上ニュースでした。ニュースデスクの伊藤隆太アナウンサーでした。片思い、やっかいね。もう一生分の勇気出して告白しよう。その音はシェアするだけできっと気持ちまでバレてしまう。優しい。気になったラジオ番組を共有できるシェア機能、世界を広げる音があるラジコ。時刻は10時54分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい。東名高速の上りは首都高速の渋谷を先頭に9キロ、東京インターから30分、中央道の上りは首都高速の西新宿ジャンクションを先頭に11キロ、調布の先から通過には35分です。圏央道の外回り、相模原八王子トンネル内に止まっていた故障車は移動していますが、渋滞が残って5キロ、通過には20分です。一般道は神奈川県内、海老名市の国道246の上りは上今泉付近、乗用車同士の事故の処理が続いています。渋滞は伸びて3キロ半。都内は環七通りの外回り、北区中十条4丁目付近でも事故の処理が続いています。左車線が通れず2キロ半20分。千葉県内の国道16号内回りは柏の湯葉塚で3キロ半です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分頃、ジェーンスー生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから、運転には自信があります。でも、事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV は、ドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい。日立物流。さあ、 TBS ラジオ伊集院光とラジオとエンディングのお時間です。まずは本日の山崎賞のメッセージですが、テグーっていうネズミを、デグーかっていうネズミを買いましたよっていう。はい。動くけど不動産屋さんには美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。さあ、そして今週の特別なプレゼント、福井県の休暇村越前三国におすすめ、三国産生甘エビ30尾、メール当選者4名様の発表です。北区にお住まいの柳瀬太郎さん、横浜市にお住まいの谷優子さん、秩父郡にお住まいの柴田俊明さん、流山市にお住まいのラジオネームドニーさん、おめでとうございます。おめでとうございます。おはがきでご応募の当選者1名様は来週のこの時間に発表します。それじゃあ、新井ちゃんから旧パックと旧カムラさんのお知らせをお願いします。はい。今日ご紹介した三国産生甘エビをはじめ、全国の旧カムラがおすすめするセレクトギフト旧パックは現在384点の商品を販売中です。お肉、海産物、果物、スイーツ、和菓子などいろいろな商品がありますので、お歳暮やお年賀、クリスマスプレゼント、そしてなかなか帰れない故郷への贈り物として利用されてはいかがでしょうか。Q パックの購入やお問い合わせは Q カムラ Q パックで検索するか、電話 03-3847-9501 03-3847-9501 までどうぞ。今日も受け付けています。はい。旅気分になれますからね、美味しいもん食べるとね。はい。そして、また、世の中がまあまあこう落ち着いてきたところでですね、うん、旅行をなさる時の参考にしてください。はい。そして今日 ご案内した旧暇村越前三国は、名勝地東尋坊から車で5分、日本海を望む高台にあり、雄大な日本海の水平線に沈む夕日が望めるホテルです。
3月下旬までは絶品の越前ガニが味わえますので、今後の旅行を計画する際はぜひ休暇村越前三国と検索してホームページをご覧ください。はい、そして明日のゲスト、明日のゲストはまあまあ俳優の阿部サダヲさんなんですけれども、パンクコントバンドグループ魂の破壊としてもご活躍のね、まあ破壊さん阿部サダヲさんとお話を、したいと思っております。はい、いやー今日の岩隈さんもなんか懐かしくて、ちょっと本当に初登板出てきた時は、始球式の男性アイドルぐらいのひょろっとした。はい、人が出てきて、で年々たくましくなってって20勝するようなピッチャーになり、メジャーでノーヒットノーランするようなピッチャーになりっていうことなんですけど、やっぱすごいのは努力に努力を重ねて体を作ってるから、うっかりすると痩せちゃうっていう、そういうことですよね。ね、うっかりすると俺300キロぐらいまでいけますけどなんかね、あとやっぱりどんなに苦しい練習もリハビリも次登板すると思えばいくらでも頑張ってやるけど、そのね、肩脱臼しちゃって引退も決めちゃうとゆっくり治そうっていう、それもなんか、あ、それも逆にエースってすごいな、プロ野球選手ってすごいなって感じしました ね。はい、ぜひ明日も聞いてください。この時間のお相手は新井真希と伊集院光でした。この後はジェンス生活を踊る小笠原渉アナウンサーの日です。喉に違和感があったら喉直接潤う龍角散ダイレクト第3類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。